future sound. Box talk, New York, 155th and St. Nick. That's right, back on the block. You know what I'm saying? I went to school right here. More or less, more so I rip it, so I live a fast life.
ざわざわパシャ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 。それでは、ここから、質疑応答の方に移らさせていただきたいと思います。なるべく多数の質問をお受けしたいので、最初は一社ごと一社一問ずつの質問でよろしくお願いします。ざわ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 ざ。エピストロフ新聞の、安藤です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。最初ですね、このエピストロフセッションズナードトークという企画が始まった時にですね、月1回の放送ということを掲げて、始まっていたのですけれども、先月放送がなかったことに対して、どのようにお考えなのでしょうか。こちらの質問は、弊社弁護士の井上からご説明させていただきます。はい、私から、ご説明差し上げます。ナードトーク月1回放送という件はですね、書面では、基本的には交わしていないことなので、こちらはやっぱり口約束ということになってしまっておりまして、法的拘束力はないと、いう認識でございます。パシャ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 。メルロー日報の名前は安藤なんですけどですね、ただいまですね、エピストロフさんのですね、あの株式会社エピストロフの、某スタジオですね、エピストロフスタジオの方の、トイレが使用禁止ということになっておりまして、使用不可ということになっておりまして、それを所属アーティストの方が抗議をしたところ、なんやトイレしても構わんけど、そしたら連帯責任で全員クビやというようなあの発言があったというのですけれども、そちらに関しましてパワハラだという認識とか、本当にその発言はあったのでしょうか。こちらに関しましては、ありました。トイレは、現在、流れないということで使用禁止になっているんですが、こちら使われた、所属アーティストの方全員、一律クビとなっております。クビです。パワハラだパワハラだパシャ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 ザー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 ということでですね、本日のトークテーマは、今伝えたい謝りたいことということで、ナードトーク始めていきたいと思います。イエーイ、よろしくお願いします。というわけで今日はジングルの用意がございませんので、BGM イン。さあということでですね、衝撃の記者会見から始まりましたけれども、はい、お久しぶりでございます。お久しぶりでございます。メルローの中の人の安藤光平でございます。はい、そして、ウォンクのベースで井上寛というものでございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、まあ久しぶりなのでエピストロフセッションズのね、あのこのナードトークという番組のこうちょっと趣旨説明を井上さんお願いします。はい、こちらナードトークというネットラジオになっておりまして、基本的に YouTube ライブで配信しておりますと。番組の趣旨はですね、エピストロフという我々が、運営している、レーベルがございまして、そちらの、まあ、最新情報だったり、裏話みたいなのを皆さんにお伝えする場というのと、もう一つはそのエピストロフの音楽を聴いてくださっている皆様とこうのコメントをこう読んで、こちらがこういろいろ内容を回答していくという総合の、コミュニケーションが取れる場になればなと思っております。はい、はい、ということで今日も元気よくやっていきたいと思いますけれども、今日はですね、ちょっとあの何今までになかった試みということで、はい、まあいいか、あの言わなくてもいいんだけど、なんかインスタでもねちょっと配信を同時にしてみてて、そうそう、インスタの方はちょっと BGM とかがない状態なんですけど、まあちょっと試しに間口広げてみました。うん、なので、インスタで聞いてる方は、まあ、声しかね、そう聞こえてない、この BGM とか聞こえてないので、あのラジオ感を楽しみたい方はぜひとも今からでもね YouTube ライブの方に移動していただいてもいいですし、はい、っていう感じでね、はい、やっていきたいと思いますけれども、いや実に
だから1ヶ月2ヶ月丸1ヶ月空いちゃったわけですよ。そうですね、ねえ、はい、その間にもこうやっぱりせっせといろいろやっておりましたけれどもですね。そうですね、我々いろいろやっておりましたね。そうね、いろいろやってましたよね。でちなみに前回の放送って何日だったか覚えてる？いや全然覚えてない。あー分かったぞ、日曜日にやったんだ。5月の26日ですよ。だからもう5月26だ、丸2ヶ月空いたね。うわ、ほぼほぼね、すごいね。えいやーどうでしたか。もうそろそろ梅雨明けっていうニュースもありますけど、何があったかね、この2ヶ月。前も言ったけどいろいろありすぎて、俺はもう事細かに覚えてないのよなんでちょ何がありそうだったか、はいはいはい、安藤君ちょっとなんかトピックちょうだいよ、何がありそうだったか、ね、まずねタイムリーじゃないわ、あの遡ってね、はいはいはい、6月の頭ぐらいに行くと、はい、FFKT っていうフェスに、ね、出ましたね。そうだそうだ、 FFKT っていうのは、まあ、太鼓クラブの、まあ後のフェスみたいな感じで同じ場所でやるフェスだ。そう、小玉の森ってね、はい、長野、はいはい、基礎福島みたいなね、ありましたね。そうそう、あそこで昨年もね、あれだよね、ラジオ体操からライブを始めるっていう前代未聞のパフォーマンスを披露したわけだけど、その太鼓クラブラストの時には、うん、今年はさらにそれを上回る朝っぱらの出番だったねボンク史上最早のライブね。え眠たかったねあれはね。いやさすがにね、あの時間になるとね体が動かないですよね本当に動かない、ね、物理的に体が動かなくていやでもそう、だからこそこうね、いつもよりこうちょっと手先に集中したセンシティブな ね演奏が演奏になってたんじゃないかと思いますけどね、はい、そうだから本当3時間ぐらい寝てすぐね、そうそうそう、そうライってね、アーティストのライブを見て、うん、それから宿に帰ってね。そうだそうだ、いや夜に着いたんだよね。そう夜着いてちょっと他のアーティストさん見て、うんうん、でもホテルに着いたの12時過ぎとかで、で3時半起きとかだったよね。そうだね、まあ起き寝とか起きとかじゃなかったもんね、うん、仮眠みたいな。仮眠してふって起きて現場に向かってライブみたいな感じだったよね、うん、あれはそうだね、うん、答えたね、うん、あれはで、そっか、そのままサポートチームは渋谷で解散したけど、そのままみんなはあの赤レンガに、そうなんですよ、そのまま護送されていって、ね、ライブしたのが朝の何時だっけ、その6時とかだったよね。6時とかだったんですけど、うん、その6時から、いろいろやることやって昼前にその FFKT の会場を去り、うん、車で戻りで渋谷でサポートメンバーを降ろしてから、僕らウォンクメンバーはそのまま直で、横浜の赤レンガ倉庫に行き、はいはい、ラジオ公開収録に参加して、うん、そっから解散すると。大変な一日でしたな。いや大変も大変よそしてその次何があったかというと、テンズ東京だね。テンズ東京だ。テンズ東京っていうのはですね、あのウォンクのマネージャーやってるその林くんっていうマネージャーが主催している、はいはい、まあ、音楽イベントで、それの、今回は周年記念だったのかな。そうそう、2周年、2周年記念、うん、のイベントで、割とその和気あいあいと昔ながらの友達も来るし、うん、アーティストもね、いろんな人が来て。そうだね、誰が来たっけ。向井太一くんとか。向井太一くん、うん、あとマリアちゃんとかね。マリアちゃんね、うんうん、そうそう、全然覚えてないねで、あの日はいろいろあったんですよ。あてか、あのあれか、バンドだけじゃないから、それこそジメサギミルくんも出たし、うんうん、そうだね、ゴッツマットも出たしね、はいはい、シュリケンパップくんも出たしね、そういうラッパーも DJ もいろいろ豪華なメンツが出て、すごい楽しいイベントだったんですけど、うん、あの日はいろいろあったね。ねえ、まずね、俺たちはだからまず出番が最初だったよね。8時の朝まで、だから8時から朝の5時までやるイベントだったんでね。デイナイト、オールナイト、オール、はい、
ぶっ通しで。そう、まずね、そのクラブのねデイって言って8時っていうのはおかしいんだけどね、まずね。そうだね、あのなんでそのテンズ東京は8時に始まって深夜にまでぶっ通しで朝までやるというイベントでして、で僕らはね一番最初の出番だったんで、オープニングをね、オープニングだったんで、オープニングってさ気が楽だよね、ああいうイベント。そうだね、まずあれだよね、あでもそんなこと、あのリハが終わってから、うん、組みっぱなしでいいっていうね。そうそうそう、うん、しかもその後さっとやって、あとはイベント楽しめるじゃん。そうで、それはもう俺はもう、まあ、そのマネージャーのイベントがここまで大きくなって嬉しいっていう気持ちもあったし、うん、なんかその日のウォンクのライブもすごい楽しかったのよ。あそうだ、あれだね、あの前代未聞の JB メドレーを、そうそう、ジェームズ・ブラウンのカバーを一夜限りの ね試みとして、うん、もうケントがいつもあのあんな感じで歌ってるケントが、うん、ジェームズ・ブラウンのダンスを真似してこけるっていうめちゃくちゃ面白かったんだけどね、あれ、また割ろうとしてこけるそう、そういうのも面白かったし、ね、友達もみんな来てくれたし、うん、すごい楽しくて、もうライブ終わった後にもう飲みに飲んだのよ、うん、お酒を、うん、すごいこと、楽屋すごい、ウォンクの楽屋すごいことになってたね。そう、一升瓶が転がり粉々に割れて、粉々に割れ散らかした楽屋になってて、で空になった萌えシャンとかヘネシーのボトルも転がっててみたいな。そう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 、でコカレロを持ってるね、江崎綾武と井上寛志がソファーで爆笑してるみたいなそうあのキーボードの綾武もあの日はもうかなり飲んでて、ね、なんならステージ上で泡盛を一気してたもん ね瓶で一気してたね。それぐらいなんかみんなごてごてになってたんだけど、うん、なってたんだけど、うん、実は安藤くんだけその後出番があったわけよ。安藤くんだけじゃないよ、あなたもでしょ。いやそう、安藤くんの、うん、そのメルローっていうプロジェクトのライブがあって、はいはい、ウォンクの後に、うん、なんで本当はそれまで俺は酔っ払っちゃいけなかったんだ本当はね。だけどもう気持ちが抑えられずに飲みすぎて、うん、もうベロンベロンの状態で、うん、その安藤くんはサックスを吹いて、うん、で俺はメルローではバック DJ をやってるから、はいはい、まあ、その音楽を流し、うん、いろんなエフェクトをかけみたいな、うん、そういうのをやってるんですけど、ね、はい、もうそれがね、うん、大変なことになりましたね。大変なことになってたね途中で音は止まるわ音止まって開き直って悪態を突き出す始末とかねだから酔っ払ってたんだよね、うん、まあそれでも良くないことですけども、うん、良くないことですけども、でも安藤くんは無音になってもいい感じのソロを吹き続けてくれるから、うん、なんとかなりました。なんとかなりましたね。あのウォンクのライブでも無音でソロを吹き続けるパートあんじゃん、うん、あれみたいなもんでしょ。まあまあまあ、でも最終的にそれもできなくなって、なぜか俺もなんかその無音の中で一気飲みをしてわーってなんか拍手をもらうっていう謎のソロになってたけどね。そうね、いやだけどまあそんなことがありましたよ。まあ毎回ねドラマチックですよ、うんうんうん、デンズ東京の夜は絶対何か起きるからね。そうなんですよ、うん、そう、まあこれからも、継続して続いていくイベントだと思うので、はい、皆さんもね、そんな、でもいいんですよ、ただはっちゃけてるだけじゃなくて本当にいい内容ですからね。そうなんです、いいライブ、ね、ですので、皆さんもぜひということでですね。あとねあったのは、あでこっからですよ、俺たちは、うん、まあエピストロフっていうか、まあでも、まあ、新たバンマスのもと、うん、椿ツアーに出かけるわけですよ。椿エビッチ、そうだ、エピストロフという枠組みなのかは謎なんですけど、まあ、新たボンクのリーダーの新たドラムの新たが主導で椿っていうラッパーのねバンドのバックバンドをやってまして、でその椿の、全国ツアーに、はいはい、まあ、バンドのメンバーとして僕と安藤くんと新たと、うん、まあ、ピストロフのメンバーはちらほらいつもお世話になってる人も含めて、うん、バンドとして向かいまして、でそこで行ったのはどこだっけ。まずとりあえず最初に行ったのが名古屋大阪のクワトロ 2days ですね。そうだそうだ、いやこれはねいい2日間だったわ、楽しかった。これクワトロ 2days 何があったっけ、なんかあった、いや面白いこと、面白いことはね、
とりあえずなんかよくわかんないけど、つばラッパーとあの NPC プレイヤーのあの北斗くんが男梅サワーにすごいハマってたっていう、そうずっと男梅サワー飲んでたん、ね、そういえば男梅サワーのタイアップは取りたいっつって北斗くんが言ってたからね、なんかエンドースしたいっつってたからね。いやでなんかそうそう、なんかなんだろうね、やっぱつばきのライブはね元気もらえますよね、見てる方もやる方も元気もらえますよね。そう、その椿っていうラッパーの曲を聞いたことない人はぜひ聞いてほしいんですけど、すごい歌詞の内容がねいいというか、なんて言うんだろうな、そのラッパーのイメージって様々あると思うんですけど、うん、その俺強えとか、はいはい、俺の曲かっこいいとか、まあそういうのもあるし金儲けめっちゃしてるとかそういうのもあるじゃん、はいはい、でもそうじゃないんですよね、それ一辺倒じゃなくて、なんとなんかねちゃんとこう、ああ確かにみたいなことになる、うん、より身近に感じられる歌詞が多くて、でライブの MC もそうなんですよ、うん、ライブの MC もねすごい何を言いたいかも、うん、すごいひしひし伝わってくる感じで、うん、なんかこうピュアでまっすぐで、そうそうそう、いいやつ感がすごいというかね、やっぱ明るいね、明るいよね、なんか人がそのなんか内容は暗くても、うんうん、人がやっぱりこうマンパワーあふれるというか、ね、なんかいろんなところに連れてってもらえる感じのね、そうね、素敵なね、で、あの対バンのとりあえずカップリングツアーだったんで、どっちが前座とかいうわけでもなくて、そのカップリングツアーの相手のエイウィッチ姉さんの方がね、はいはい、バンドはソイル&ピンプセッションズの皆さんをこう中心にしたね、うん、そうだね、ブラックボボイのウテナちゃんとかもいてね、そうそうそう、いやあちらも強力なねバンドセットでございましたね、いいライブ、いいツアーでした本当に、ね、で最後はあの沖縄、そうだね、あとだから、まあ、ちょっ とすっ飛ばしてその話まとめちゃうと、うん、名古屋大阪行った後ちょっと時間が空いて、あれだね、リキッド東京はリキッドルームやって、うん、翌日が沖縄だったと。そうなんです、で東京沖縄と行って沖縄ラストだったんですけど、うん、俺沖縄行けなかったんだよね、あそう安藤君いなかった、うん、で沖縄も良かった、もう良かった、うん、さすがホームって感じで、うん、だし最後の最後はさ、その、うん、椿と一緒にライブやったそのエイウィッチさんっていう、うん、まあ、女性シンガーの方の実家なんか言ってたね、家でやってる小料理屋みたいな、うん、なんかあの金ピカの扇風機みたいなのが回ってる、そう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 があるんですけど、そこに行ってみんなでご飯食べて、うん、なんかピースだった、あアザマージーさんと仲良くなった喋った喋った、俺昨日ねあの都内某所で、ね、すれ違いましたね、あそうなんですかはい、そうそうそう、なんでまあそのツアーは良きツアーでした ね、またやりたいなって感じのね、はい、くしくもあの衣装提供のリーボックのスニーカーが僕と井上さんは被ったっていうね、はい、うん、まあくしくもというか安藤くんが被せてきたんだよ、いやてか俺が欲しかったやつのサイズがなかったんだよ、そうね、はい、ということなんですけど、はい、まあこれあまあいいか、6月いっぱい行きましょうかね、とりあえず1回、うん、で、ああそうだそうだ、でキキビビのアルバムが出ました、そうです、それはねもうウォンクレディオとかでもいっぱい特集されてると思うんでね、まあ皆さんこのディストロフセッションズまでたどり着いてる人たちはみんな周知の事実かもしれませんけどね、うん、キキビビリリーというまあ言わずと知れたシンガーのアルバムがエピストロフから出ました、はい、好調らしいですね、好調も好調、おかげさまで好調でございます、ね、キキビビリリーに関してはエピストロフとしてもなんだろうな、その制作から、うん、一の制作からがっつり絡んで出すのは久々だったかな、はいはい、アーティスト全体として、そうだね、そうだよね、うん、なのでかなりメンバーそれぞれいろんな場面で思い入れがあって、うんうん、あと僕らウォンクだと、僕らウォンクだと、まあ、いつもそのかなり英語の歌詞で、うんうん、コード進行とかもちょっとなんだろうな、とっつきにくいものもあるし、うん、ちょっと複雑なことやったりみたいなことが多いんですけど、
で安藤君は安藤君でさメルローをやってると、うん、メルローはメルローなりのそのなんだろうな尖った音楽感あるじゃん。まあまあそうだね。なので我々エピストロフから出す一番そのポップな、うん、ポップなってなんか単純に言っちゃうとあれだけどなんだろうな、うん、間口も広いし奥も深いみたいな、うん、そうだね、キビビはそういうアーティストなんですよ。そうそう、だからポップといってもなんかこうインスタントなものではなくて、うん、こう何層にもこうそうレイヤーが深いちゃんとしたポップネスというか、そうなんですよ、ね、制作もいろいろこだわって、ね、いろんなことだからあれだったんで、基本的にだからそのキキビビちゃんの弾き語り状態とかのデモをこういろいろアレンジしたりとか、ね、そうそうそう、プロデュースしていくっていう、だから結構俺としてもあったなんかあの新たなペルソナ作った時は、うんうんうん、結構なんか2人でもうゼロから一緒に新たと、うん、新たなイメージとをこう俺ら音でこうすり合わせていくみたいな感じだったんだけど、はいはいはい、そのビビットに関してはやっぱりそのシンガーソングライターっていうかその、ね、本人が曲を書けるから、うん、でそれで作ってきたコード進行だったりメロディーだったりに対してそれをどういうバンドサウンドにしていくかっていう、生音でやるならどういうアレンジにしていくかみたいなことをこうやっていくっていう、だからなんかすごい新たな自分からしても新しい試みで楽しかったんだよね。そうそう、安藤くんはかなり制作にガツッと携わってもらって、そうだね、うん、キビビに関しても、まあ、新が主導でドラムの新が主導で進めていたんですが、そうね、俺も全曲ほぼ全曲ベースを入れたし、あやたけもボンクキーボードのあやたけもね、かなりコードワークだったり、うん、キーボード入れもしてもくれたし、うん、そうなんでなんだろう、まあ、メンバー的にはそのウォンクとそのエピソーフのみんなでいろいろ作り上げたっていう意味では、なんだろう、みんなに聞いてもらうとよりこうみんなのミュージシャン的懐の深さを感じていただけたかなと。なんでウォンクはまああくまでウォンクがやりたいことをやっていて僕らの音楽をやってるんですけど、そのまあああいうのがやりたいからやってるわけで、なんだけど他のこのジャンルとかポップスに対しても僕らは広く取り組んでいきたいぞっていう姿勢をね、エピストロフとして、そのジャンルでこう縛ってるわけじゃなくて、良き音楽なら何でも作りたいぞっていうその姿勢をね表せたかなと個人的には思っているので、そうで、そのアルバムが出てこの間その数日後に、あのなんだ、銀座のソニーパークっていうところでね、実際キキビビちゃん的には初のバンドセットでのライブとかもしまして、はいはい、なかなか大盛況で、そうだね、ライブもかなり良かったらしい、うん、そうそうそう、あ、そっか、それはね井上さんがベースは弾いてないもんね。そうなんですよ、うん、そうそうそう、まあでもなんか今後もですね、キキビビちゃんはバンドセットでのねいろいろ決まってまして、とりあえずちょっと若干の告知をすると、8月のですね、いつでしたっけね、あれ俺のカレンダーに入ってないぞ、俺バンマスなのにそう、あのキキビビのライブのバンドセットのバンマスは安藤くんにお願いしています。そうなんですよ、あ、そうそう、9月の6日にですね、はい、ビビットパーティーということで、まあ、リリースライブですね、はい、渋谷の WWW でですね、はい、キキビビリリがっつりバンドセットで、ワンマンをやりますので、そちらもぜひチェックしてください。チェックしてください。お願いします。またライブはね、そのレコーディングメンバーとライブメンバーちょっと違うし、そうだね、多分そのまだ僕はあんまりライブの内容分かってないですけど、うん、ライブにアレンジもね、うん、加わったりとかするんじゃないかなと思ってますので、いやもういろいろなんかそれこそね、俺ね、まあ、ここで語っていいのか分かんないんだけど、はいはい、なんかそれこそさ、そのなんちったらいいかな、別にそのがっつりブラックミュージックっていうわけでもないし、もちろんだからそのいろんな要素があるわけなんだけど、キキビちゃんの音楽には、うんうんうん、なんかこう自分のライブではできないちょっとこう演出というか、そのやっぱりシンガーのライブでこう、しかもこうポップスだからできるこう演出だったりとか、こう
まあ、それ何イントロとイントロダクションとか、なんかそういうなんかいろいろこう仕掛けをねやってみたいなと、いろいろ画策中です、バンマスは。なるほど、はい、楽しみで、ね、そうそう、でちょっと6月もちょっと行きましょうかね。はい、ああそう、あとね、あの、まあ、あの先ほどのテンズ東京にも出てたんですけど、あのオーパスインってバンドのね、あのライブに僕と綾竹で出てきたりとか。オーパスイン、そうそう、そうだそうだ、だ結構ね、客演ライブでの客演も、だからそうやってあの椿のバンドに出たりとか、うんうんうん、でオーパスインのライブに俺と綾竹が出てきて、はい、1曲ずつ演奏してきて、でその次が、あのまたこれも伊予くんの、あの伊予くんのじゃないわ、あの新たのバンマスで、やった伊予くんのキャンディタウンのね、伊予くんってラッパーの、はいはいはい、ビルボード公演とかもあったりして、そう、なんかすごいみんないろんなところにこう顔を出した6月だったんじゃないかなと。そうね、思いますね。そのみんなエピストロフのメンバーがさまざまなそのシーンで活躍してることがね、うん、なんとなくそのチームメイトとしても分かったですね、うん、なんかいろんなバンド、いろんなジャンルのね、いろんなところにみんなが出現するから、そうだね、だからそれはいいことですよね。だから俺はなんかこの6月最終週の3日間は、これまあエピストロフっていうか、あのまあもはやもうチーム化しているあのPA でありエンジニアの染野くん、うんうんうん、イケメン PA で有名な染野くんとはね、その伊予くんのビルボード、うん、で椿のリキッドルーム、はい、で椿沖縄やってる間に行ってたこうあの某あの J-POP 大型シンガー の, あのフェス出演と某 J-POP 大型シンガーの, あの現場とね、3日間連続だったりとか、はいはい、やっぱりこうどこにでもみんなどこにでもいるなみたいな風になってきておりますね。いいことだ。いいことですよ、まあ、というのが6月っすね。6月でした。そう、なんかエピストロフ的なことを言うと、うん、実はその6月、まあ、今月もそうなんですけど、そのいろいろな仕込みはいはい、はい、をやってまして、まあ、1個はそのウォンクの新譜ですよね、うん、7月31日来週はいにリリースされるウォンクの、2年ぶりの新作 EP、 いよいよ出ますね、そうムーンダンスって作品なんですけど、こちらの、まあ、関連の仕込み、はい、めちゃくちゃやってまして、これ言ったんだっけな、ん、はい、ちょっと待って、これどこまで公開していいのか分かってないわ。あ、じゃあグッズ、グッズ、あ、ね、それね、なんかね、そうそうそう、今ね、今回も事前に質問をね、いろいろ、募集したところですね、はいはい、これ、ちょっと今、ちょうどそんな話も来てたので、読みますと、はい、エピストロフの次なるグッズは何でしょう、答えられる範囲で教えてくださいっていう質問もね、来てたんですよ。そう、なんかエピストロフとしてのグッズは、過去何があったかっていうと、コーヒーかな。コーヒーがエピストロフのコーヒーと、あとメルローの T シャツと、T シャツとキキビビのカフェチューブレンドみたいなコーヒーと、またコーヒーと、あとロンティー、ロンティーとコーヒーと T シャツが主戦力みたいな、そうそう、あと靴下も作ったんですけど、ね、そうだね、そうそう、今回はそのなんでメルローとかキキビビリリーとか、うん、そのエピストロフ全体としてはそういうのがありましたと、はいはい、で今回ウォンクの新作に合わせて、お、とう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 グッズを作りました。すごい。けどまだ何が出てるかっていうのは教えてもらえないんでしょうね、これはきっとね。そうですね、ただ、うん、一つ言えるのは、うん、これはちょっと尖った発言になるかもしれないですけど、ウォンクは常々、ね、まあ、エピストロフとしてもそうですけど、うん、そのバンドのグッズで適当なものを作るっていうのが本当に嫌で、お、まあ、どこがどうっていう話ではないんですけど、うん、なんかそのバンド T って買ってみると、うん、まあ、バンドのロゴが入ってるだけとか、うん、生地が薄いとか、ちょっとこうね、男の人だとか夏はちょっと透けちゃうみたいな、ね、そう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 、うん、なんかそういう感じあるじゃないですか、はいはい、あとまあ物が分かりやすすぎみたいな、 T シャツ、タオル、
リストバンド、うん、みたいな、はいはい、そういうのがなんて言うんだろうな、嫌だったんですよ、うん、そのストーリー性がないものが嫌だというか、とりあえず僕らがそう作っとけみたいな、ね、作る必然性のないものをグッズとして作って、でそれの目的はやっぱりその客単価を上げることだけみたいな、ライブに来てくれて買ってくれる、うん、その客単価を上げることだけに終始した、はいはい、そのストーリーのないものを僕らは作りたくなくて、おそれはずっと言ってたんですよ。でも作った方が絶対にその儲かるぞと、うん、だから儲かるのは間違いないんですよ、グッズなんて、うんうん、ただ僕らはそういうそのためだけにこうグッズをないがしろに作りたくないなっていうのはずっと思ってて、うん、で考えに考え、まあ、今回作ったのはもちろんあの皆さんがちゃんとこう身にまとえるようなものも定番のものもありますと、はい、なんですけど、今回新作、ね、5曲入りなんですけど、はい、まあ、曲にの歌詞に関連づいた、ものとかそのコンセプトアルバムのそのコンセプトに沿ったものへーへーみたいなものをちょっと工夫して、楽しみ。いやー、何点ぐらいあるんですか？これはですね、ま、実は5、6点ぐらい新しくものを作ってまして、おー、すごい。そう。じゃあそれがまあ、うまくいけば 5,6 点すべてが今度のワンマンの時にお目見えする可能性がある。そうです、ものをこう作ってはいるので、それがいつちょっと売れるかどうかっていうのは皆さんの手に届けられるかは今ちょっと、なるほどなるほど、いろいろ模索しているところですが、その新しく 5,6 点ぐらいものを作って、まあ、中には多分バンドのグッズとしては初かもしれないかもしれないみたいなものもあったりして、コンビーフとかですか？うん、そう、だいたいそんな感じよまあでもそのちゃんとそのなんだろう、曲に対して、その自分たちの曲に対してのグッズでもあるし、その作る工程、うん、その誰にと一緒に作るかとか、はいはい、どういうものを作るかとか、そういうところからね、必然性にこだわってというか、僕らがやる必然性にこだわって作ったものですので、いろいろな匠が絡んでるわけですな、はい、なんで皆さんお待ちください、はい、お楽しみにということですね、っていうそのグッズ、そう、ここからはちょっとグッズの話あれなんですけど、うん、皆さんにとってはどうでもいい話かもしれないですけど、はいはい、トークセッションだから言うんですけど、トークセッションじゃない、うん、ナードトークならだから言うんですけど、うんうん、そのグッズのいろいろ事務作業がやばかった、普通にやばかったそのね、デザインをこうするとか、誰と一緒にやるとか、うん、こう作るとか、うん、まあ、そういうのはメンバー、エピストロフのメンバーみんなが頑張ってやってくれたんですけど、うんうん、でデザインしての、発注して、で発注書どうするとか、うん、またそのお金の管理もこっちでやってるわけですよ。なるほど。そのこれを何個発注するといくらだけど、何個発注すると単価がいくら安くなるみたいな、あ、でもこれ何個売れるかなみたいな、もうエクセルとにらめっこしながら、もう毎日毎日これは大丈夫かなとか、うん、であとはお金の問題もあるわけですよ、はいはい、こんなに発注してこんなに僕らお金あるっけみたいなとか、ね、在庫を抱えすぎてしまってもいけないし、ね、そうなんですよ、なんかそういうのも全部自分たちでやってるわけでして、うん、そういうの日々みんなとこう連絡し合い話し合いながらっていう6月後半7月でしたわ。なるほどなるほど。じゃあ割とそのなん新作のその音の方はもうその6月の時点では出来上がってたんですか、うん、その井上さんのやらなきゃいけないそのミックスとかマスタリングみたいな工程は、どうだったかな、6月の頭に終わってたんじゃないかな、まあ、そうだって7月末に出すんだったら出来上がってなきゃいけないもんね。そうだね、6月まあ中頃には終わってたはず、うん、でまあなんかそこからそういうデザインとかのその版のデザインとかもやりつつ、そうそうそう、でそのね、そうだよね、ワンマンのこととかもいろいろやりつつ、そう、あ、そう、グッズのこともね、うん、その音符の新譜にちょっと紐づいて言えば、うん、今回の作品はそのアートワークはもう皆さんに公開されてるんだっけ、ツアーのなんかフライヤーみたいなのが、あ、そうだ載ってるわ、そうだそうだ、うん、なんか双眼鏡みたい、望遠鏡みたいな、ね、うん、そうだそうだ、
そうアルバムのアートワークはペリメトロンっていうクリエイティブチームにお願いしていて、はいはい、まあ、ペリメトロンは何ぞやと皆さんに説明するまでもないんですけど、うん、まあ、キングヌーっていう最近ね飛ぶ鳥を落とす勢いで、そういや昨日もさ、昨日これちょっとまた話が脱線するんだけど、なんだっけな、なんかミヤゾンがソニーミュージックを見学するみたいな、うん、ほうほうほう、のが出てきたのね。で、ほうほう、そのなんかそうするとさ、ソニーミュージックは例えば平井堅を輩出したとか、はいはいはい、そういうのが出てくるじゃん、はいはい、で、あ、まだこういうところでは出てこないのかなと思ったら、次の瞬間に若者から絶大な人気を誇るキングヌーもソニーミュージックなのだってなってて、ってことはもうお茶の間にさ、ソニーとは何ぞや、キングヌーが出てる会社ですって、もうだからソニーよりも強いってことだよね、言ったら。そうだね、あ、キングヌーソニーなんだって、ソニーにキングヌーがいるんだじゃなくて、だからそのレベルなんだね、もうね。そう、まあまあ、そのそうキングヌー、そう、そのもう超絶有名どこであるキングヌーの、まあ、常田君が、まあ、その設立に関わってる、うん、まあ、ペリメトロンっていうクリエイティブチーム、そのキングヌーの MV を作ったりとか、いろいろアートをやって手掛けてるチームが、ね、うん、に、今回お願いしていて、まあ、もともと昔から知り合いで、そのギャザーラウンドっていう曲、はいはい、ボンクのギャザーラウンドっていう曲はペリメトロンに作ってもらっていたりとか、うん、まあ、そのキングヌーが始まる前前身のあたりの時からまあ絡みがあって一緒にやってもらってるんですよ。今回そのブルームーンの、ブルームーンじゃねえ、ムーンダンスの、うん、アートワークを、はいはいはい、で、その扉絵は公開されていて、でみんなストリーミングでこう聞くとその扉絵がもちろん出てくるわけなんですけど、うん、CD ってみんなストリーミング時代あんまり買わないじゃないですか、手に取らないじゃないですか、そのアップルミュージックとか Spotify で聴けるから、うん、でそれはそれで僕はすごいいい話だと思ってて、うん、どこにいてもいつ何時でも、そうね、新風がもう12時過ぎたら、だから CD 屋さんのオープンを待たずして聴けるわけだからね。そうなんです、うん、そうなんです、なんでそれはすごいいいことなんですけど、今回に限って言えば、はい、そのペリメトロンが手掛けた、うん、そのアートワークを実際に CD として手に取ってほしいなとも思う。だって開けれないからね。そう、うん、開けれないんですよ。ストリーミングサービスはその表の一番見えてるとこだけ、表だけ、うん、表側だけね、アートジャケットの表だけ見えてる状態なんで、うん、その裏面とか中を開けたりとか、 CD の盤面全部がペリメトロンが作ってるから、うん、もうそれはねぜひね見てほしい、うん、なんで、ね、そうだから CD を聞く必要はない、それは Apple Music で聞いてくれればいい、そういうことね、一緒だから、うん、それは、はいはいはい、結局のところは、うん、CD はもう一生再生しなくていいです買ってもなんですけど、そう、物としてね、そう、うん、ペリメトロンがその作り上げたそのアートとして買ってほしいです、うん、はい、っていうぐらいにはかっこいい、うん、中も裏も。発売日はいつなんですか。発売日は7月31日になっております。あ、さすが、今日1日プロモーション日として稼働してた井上さんは今日はなかなか冴えてますね、いろいろと。今日、そう、今日はもうウォンクのその新婦のためのプロモーション日っていうことで、はいはい、もう朝から晩まで僕は今喋り続けております。インタビューがあったりとか撮影があったりとかしてもう何件も何件もあって喋り続けてるよ今日。大変だ。大変です。じゃあせっかくだからこのままちょっと、番組放送開始前に寄せられた質問をいくつか、はい、読んでみようかなと。せっかく6月のことも終わったしね。はいはいはい。どれにしようかな。じゃあそんな疲れている井上さんに、この夏もう完全なこう休みオフの日が5日間、うんうん、あったら、うん、5連休ですよ、はい、5連休夏にあったら何がしたいですかという質問が来ております。本当のこと言っていい？それは、いい、うん、曲を作るとかしちゃダメってことね。そうだから休みだもん、音楽家じゃなくて。でも休みでも趣味として、その自分が今個人的に作りたい曲みたいなのがあって、おそれはやりたいけど、うん、まあ、それはちょっとつまんない答えなんで、うん、もう音楽をやっちゃいけないと言われたら、うん、何もしちゃいけないと言われたら、
僕はね生活をします。あ、生活、人間的な生活を。そう、生活をしますね。あの、何かっていうと朝起きて、うん、普通に身支度整えて散歩して、うん、そのままスーパーに行って、うん、昼と夜の食材を買い、うん、帰って昼飯を作って、自分でね料理して作って、はいはい、コーヒー入れて飲んで、うん、ネットフリックス見て、うん、ゲームして、うん、洗濯して、うん、夜飯作ってそういう生活がしたいです。僕はもうしばらく人間になってない、人間でない生活をしてる。そうだね。なるほどね。いやでも確かにこうだからあれだよね、あのアイドルが普通の人に戻りたいみたいなこととしちゃったんだね。あの何も考えずに生活を楽しみたい、その生活の機微を楽しみたい。なるほどね。あ、こんなところに新しいお店できてるなとか思いながら散歩したいみたいなね。あとはちょっと食べログとか見ないで店入ってみるみたいなこととか。なるほど、もうそういうことをしたいですわ。全然じゃあそうなんか旅行とかじゃなくていいんだ。じゃなくていいです。でも5日間生活してたらちょっと飽きない。多分5日間でちょうどいいと思うんだよ、ね、生活って。なるほどね。そう、なんかでも生活の中にはその友達と普段会えない友達とご飯食べるとかもそうだし、ああなるほどなるほど、あのみんなで家でボードゲームするとかもそう。ああ、そうやって考えるとそれ確かに魅力的だね。魅力的でしょ。魅力的だと俺も思うわそれ。俺はね5日間あったらねニューカレドニアかな。何、旅行。旅行だね。俺はね南の島に行きたくてしょうがないから基本的に。はいはいはい。でやっぱりねあのポリネシアの方ですか、あの、はいはい、行ってみたいんですよね、はい、あのボラボラ島とかさ、はいはいはい、そのニューカレドニアとか、あのなんていうの、あの水上コテージみたいな、あの温暖化が進むともう沈むと言われている、はい、あの辺のねに行きたいんですよ。でも5日じゃねちょっと足りないんじゃないかっていう。まあ海遠いから、ね、5日って難しいよね。その海外旅行は、まあ、1週間欲しいよね、うん、そうだね。そう、10日弱ぐらいあると一番いいね。そう、1週間最低欲しい、うん、なんで5日っていうとやっぱりね、うん、うん、確かにね生活いいですよ。俺はねあとね今猛烈にしたいのは、はい、そこまでその、ね、海外旅行とかじゃなくて、あの道の駅に行きたい。あー、道の駅ね、うん、なんかだから要するに車でですね、まあ、夏ですから青と緑が眩しいこう山道とかをこうブーッと高速でこうシューッと行きまして、でなんか降りてこう県道とかを走ってるとあるこう道の駅でなんかそばとか食いたい、信州で、はいはいはい、そのね土地のものだけど食べやすくなってるものがいっぱい売ってますからね道の駅。そう、なんかそういうのとかもしたいですね。なるほど。他にはどんな質問が来てるかというと、はい、ちょっとそういうもしも系を攻めてみようかな。もしも系、はい、はい、もしも目が覚めた時に、はい、ある能力をこう得れる、アビリティを得れる、はい、それは別にもう現実離れしててもいい、はい、得れるとしたらどんなスーパーパワーを得たいですかというのがキキビフィリリーからの質問です。それはね、まあ、つまんない答えしちゃっていいのかな。つまんない答えをすると、何でもできるようになる能力ね。これは欲しいですね。もう、ね、全てが自分の思い通りになろうとすればなる能力です。あ、はい、やっぱ透明人間ではない。ではないです。透明人間とかしょぼすぎ。何でも望めるのに謙虚すぎ。透明人間って選ぶ人。全知全能だ。そう、全知全能になりたいですね。まあなったらなったで悩みがあるのかもしれないけど、あ、なるほどね、そんなことはどうでもいいぐらい全知全能になりたいです。ああ、はい、それ言われちゃったら俺もそれがいいな。そうでしょ。だからこの質問はね、うん、もう欠点がある。あ、質問に欠点があるよ、キキビちゃん。キキビさん、それはねあります、欠点が。なるほどね、はい、全知全能になりたいということをじゃあ2人で言っときましょう。はい、はい、あとそうですね、なんか面白いのあるかな。あ、個人的ライフハックを教えてください。ライフハックって何？生活の知恵拡大版みたいな話だと思う。なんか
生活していく上でこれやるとめっちゃいいみたいな。なるほど、なんかあります？個人的ライフハックね。あ、そう、最近、うん、アスケンっていうアプリを始めたんですよ。ああ、俺も持ってる。そう、あのアスケンって何かっていうと、そのレコーディングダイエットのアプリで、うん、まあ、自分がの今の体重と、まあ、体脂肪率とか登録して、はいはい、そこから、目標を登録すると、うん、そうすると何ヶ月後にこの目標に到達するための食生活を整えましょうみたいになって、うん、で日々食べてるものを入力するとそのカロリーが出てきて、はいはいはい、その栄養士の AI がいて、うん、その AI がじゃあ次の料理はこうした方がいいですとか、次の食べ物はこうした方がいいですみたいなアドバイスをくれるんです。それ有料会員ですね。それはね、そうです、アドバイスくれるのは僕は有料会員なん でそのアスケンってアプリを始めたんですけど、これなんで始めたかっていうと、はいはい、そのウォンクのキーボードの綾竹がやってたからです。うんうん、この間必死にトマトジュースを飲んでたそう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 、なんか最近その次に何食べればいいか分かんなくなっちゃって、あ、今何が適正かみたいな。そうそう、うん、あのいや食べたいものがあるときはいいじゃないですか、うんうんうん、それ多分ね、人間的な生活じゃないからっていうのも多分大きいんじゃないですかねその食の生活のこのリズムみたいな。そうね、いやでもなんか食べたいものがあるときは無理やりでもそれ食べるんですよ。ラーメン食べたくなったら食べるし、うん、焼肉食べたくなったら食べるけど、うん、なんか割と高い頻度で、うん、何を食べていいか分かんない次みたいな、はいはいはい、12時になったけどどこ行こうみたいな、うん、もう8時9時だけど何食べようみたいなことになる日が増えてきて、うん、食べ物を何食べるか考える時間がめんどくさいみたいな、はいはいはい、だからそういう栄養士 AI からおすすめされた食材を使ってるものとかやると、うん、次何て食べていいのか明確になるから。なるほどね。なんかそれはね、最近のライフハックですわ。あ、アスケンアプリ。なるほど、はい、俺もね食べることなんだけど。何ですか？最近 ねプチ断食っていうのをやってるんですよ。なんかやってるね。そう、プチ断食。これはね、なんだっけな、そもそもきっかけになったのがさっきの6月のさ、椿ツアーとか、うん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 、その辺でね、まあ、はいはい、地方公演をいっぱいしたわけですよ、うん、いろんなところへ行って、うん、やっぱそうするとね、散々酒飲んだりとか、もううまいものを片っ端から食ったりとか、はいはいはい、まあ、するわけですよ。しましたね。そう、楽屋に弁当があったら弁当も食うし、弁当食ったけど飯も食うみたいな、はいはいはい、やりますねとかなっちゃうじゃないですか。やっぱりなっちゃいます。そうで、明け方まで飲んで騒いでってしてるとね、やっぱりね、明らかにね、こうちょっとね、内臓のね、働きが落ちるわけですよ。そう、ね、だからそので、よくよく考えたら休んでないじゃないですか、ずっと食ってた。だって消化って結構時間かかるし、エネルギー必要なんですよ、うんうんうん、でそうすると寝る前に爆食いしたら、自分は脳みそ寝てんだけど、はいはいはい、内臓はさ、寝てる間もせっせとさ消化活動をしてるわけですよ、はい、って思ったら、で朝またなんか食って、昼間となんか食ってってしてたら、うんうん、本当休めないじゃん。でずっと酒も飲んでるじゃん、うん、これは良くないと思って。なるほど。そう、これは俺の体はブラック企業だと思いましてそう、だからこうちょっといろいろ調べたわけですね、はいはい、でしたら、まあこう、まあ、プチ断食でいいからやりましょ う。プチってあの何なん、まあ、20時間前後みたいな。あ、そう、だから、でしかもさ、だからでもそれよくよく考えるとね、そのだから人間的な生活サイクルを送ってない、まあ、僕らみたいな人たち、うん、っていうのはさ、わ、今日まだ何も食ってねえわみたいな日ってあるじゃん、ザラに。ある。それプチ断食なのよ。なるほど。なんだけどそっから戻る時が大事で、うんうんうん、何も食ってねえやっつってドカ食いするじゃん。でも、はい、大体、うん、そうするとやっぱり一気に血糖値がバーンって上がったりとか、うんうん、その一気にこうだから胃袋もびっくりするわけですよ、うん、こってりしたものがドーンって入ってくると、うんうん、だからそのまずそのプチ断食に入る前もちょっとこう抜き気味な食事をしてからプチ断食に入り、うん、次に食べる食事もそんなにすごいものじゃないみたいな、その何、二郎とか食ったりせずにおかゆとかそういうなんか楽なものを食べると、これはね
だからものの1日ぐらいですよ、プチ断食したらね、もうね、うん、お肌のキメが全然違う本当に。なるほどね、うん、っていうのがね僕のライフハックで、ね、ライフハックね。なんかどっちも健康に関することで、食だね、しかもね、食そんなんでいいですかね、ライフハック、ね、まあそんな感じっすわ。ですね、はい、はい、なんかじゃあ続いて7月の話もしちゃいますか。そうですね、7月ももう23日でございますけども、はいはい、終盤ですけども、7月は何がありました、何があったかというと、まず最初に、あ、これはあれもうあの某なんていうんですかね、こう国営メディアのあのそれはもう解禁されてます、解禁されてる、はい、それの収録がございまして、これについて質問が来てまして、安藤くん出ますかと今いう質問が出てますけど、それは自分の目で確かめてくださいそう、 何のことかっていうと、ウォンクがなんと初地上波でございます。あ、素晴らしい。初地上波テレビに、出させていただいて、はい、まあ、それの収録がありましたね。いや、確かに。で、渋谷の音っていう NHK の番組なんですけど、はいはいはい、まあ、音楽番組でライブをやりますと、ね、ただライブ以外にも、お楽しみ要素があるんで皆さんお待ちくださいもうそのコンテンツが大半だと思う。ライブなんて一瞬よ、一瞬だね、うん、だからライブ以外のそのコンテンツがね、うん、特大コンテンツが放送される予定なのでそちらの方皆さん楽しみにしていただいてください、ね、これは放送日とか覚えてる、覚えてない。え、でももうそろそろ、もうすぐ、もうそろそろもうそろそろだそうです。ね、ちょっと調べて、なんで俺が調べるのよ安藤くんも出てるかもしれないでしょ。確かに、ね、俺も出てるかもしれないからね。そうです。いや、わかんねえや、まあいいや、もうそろそろ放送らしいです。はい、そしてまあそれの放送じゃないわ、収録があってね、はい、芸能人いた、いたよ。おお、もう司会がその徳井さん、はい、あと渡辺直美さん。おお、でもうすごいね、なんかやっぱりまあ慣れもあるだろうし、うん、なんかそのさばき方の、はいはいはい、手慣れ感というか、なんて言うんだろうね、これがテレビの人かあって感じした。そのなんていうの、うん、カンペとか出されたりしなかったの？そのトーク収録は俺知らないからさ、何にも、うん、いや、カンペ、まあ、もちろん普通にあと何秒何みたいなカンペが出たりとか、そういうのはありましたね。なんかやっぱバンドマンって、うん、芸能人じゃないっすよ、バンドマンは、うんうん、我々はその音楽家であり、そうだね、だからやっぱりそこなんだろう、芸能人、テレビに出てる芸能人はやっぱテレビに出てる芸能人スキルがあるんですよね、うん、なんでそこはさすがだと思いました。僕らはやっぱりバンドマンでミュージシャンで、それね、うん、あの映像メディアに慣れ、めちゃくちゃ慣れてるわけでもないんで、うん、そうだよね、またラジオともまた違うしね。そうそうそう、こういう風にね、喋るだけのこととも違うし、確かに、なんかこうなんていうの、こう一挙一動がこう、そうそうそう、記録されてるって思うとね、音声だけじゃなくて動作とか表情とかもみんなね、その時々抜かれたり使われたりするわけですから、あれはすごい、ね、ワイプとかね、すごいよね。そうそうそうまさにね、今回ワイプある場面あるかなと思うので、うん、あ、じゃあそれは楽しみに、ね、放送を待ちましょう、うん、慣れてないウォンクの面々をねぜひ楽しんで見ていただければと思います、はい、あ、ちょっとなんか今パッとメッセージ来たんですけど、うん、渋谷の音は7月27です。27日、はい、はい、ありがとうございます。じゃああれだ、フジロックに行ってる人たちは見れないかもしれない、ね、え、じゃあフジロックに行かずに、渋谷の音のウォークのあれを見てください、はい、お願いします。はい、そしてですね、7月1週目はですね、ソイル&ピンプセッションズの社長さん、はい、今話題の方の社長ではなくてソイル&ピンプセッションズの社長さんが、はい、出身である福井で行われましたワンパークフェスティバルっていうのに。ワンパークフェスティバル出ましたね。出ましたね。
これがまたいいフェスでしたね。いいフェスでした。あれはあの、ワンパークフェスもウォンクは一番手だったんですよ、うんうん、でなんかそのそワンパークフェスは今年から始まったフェスで、ね、初回の第一発目やらせていただきまして、うんまあ、それでもかなりなんか任されてる名誉なことかなと思うんですけども、うんうん、で出てる方々もすごいよ、なんだろう、いい音楽をする人ばっかりで、うんうん、いいフェスだなと。場所も良かったよね。そのそうだね、山とかではなく、うん、その割とそのだって視聴者の迎えとかだったよね。そう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 、結構中心地にある広い公園でやってるっていうのもすごい良かったし、うん、でまあなんかいいフェスだったねっていう時は大抵何が理由かっていうと、一番の理由は何ですか？ご飯が美味しいもうほんとこれ、あのほんとこれ、あの今まで見たことないぐらい美味しかった、あの素晴らしかった。コースだったもんね、まずね。そうなんですよ、ケータリングが、フェス僕らその一番って、うん、終わってそのちょっと取材とかもありつつ、ね、そう取材とかもありつつ、うん、いろんなことをやって、その楽屋みたいな、なんていうんだろうな、まあ、アーティストケータリングっていう、うん、そのアーティストがご飯食べたり休んだりする場所に案内されて行ったんですけど、うん、なんかそれまでは福井行ったら寿司食おうとか言ってたんですよ、みんなで、うんうん、あのみんなで昼は寿司食おうとか言ってたんですけど、アーティストケータリングがあるからっていう話で、うんまあ、準備してくれたならそっちに行きましょうということで行ってみたら、うん、みんなこう席に着いたら、あのこちらコースになっておりますみたいなこと言われて、そう、え、アーティストケータリングってコースなのみたいな何コースってみたいな、ね、すごい、大体みんなさ好きなところ行って好きなもの取って、うん、好きなもの食べて、そうだね、バイキングで食べるみたいな、バイキング形式じゃないですか、唐揚げとかね、ポテトとかね、うん、そういう感じだよね。ワンパークフェスはね、メニューが決まったコースでございました、ね、シェフがいてね、シェフがいて、しかもそれもかなり由緒正しいところの、そうそうそう、まあ、料理してる方々だったりとメニュー作ったりとか、うん、料理したりとかしていまして、本当に、ね、地のもの使ってね、そうそうそう、うん、本当に美味しかった、本当に美味しかったね、ビビるぐらい美味しかった ね、 ね、しかもしかもね、日本酒が地酒が、そう、全部ありとあらゆる地酒が置いてある、ね、あなんだっけ、見開きぐらいのそのなんていうの、こうカタログじゃないけどさ、その福井の日本酒の銘柄がダーって載ってるパンフレットみたいなのがあって、そうそう、これは全部ありますみたいな、そこからどれか好きなものを飲んでくださいみたいな感じ で、ね、でそれでまたなんか最近飲みスイッチの入りやすいあえたけくんと、そう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 、俺とあえたけでもう古い順から全部飲みますかとか言ってもうバカすか飲んで、うん、ねえ、ね、であれなんだよね、まだその頃はアスケンやってなかったのか知らないけど、結局そのコースとたらふく日本酒を飲んだ後に結局寿 司、 ね、寿司食ったね、そうあれは頭おかしい普通にあの普通に頭おかしい、あのたらふく食った後回転寿司行って、ね、たらふく食って、しかもそれをお持ち帰りして、そうだね、あの大量に、あれそれなんかあのインスタで新たかなんか配信してたよね、そうそうそう、オケをね、寿司オケ配信してたもんね、お持ち帰りであるじゃないですか、あの回転寿司とか の、 あのお持ち帰りの、寿司のなんか上握りだかなんか分からんけどでっかいやつを頼んで車内でもそれを食ってたっていうねことでしたよね、はい、あのインスタライブの方が今終わってしまった、終わってしまったか時間で、まあじゃあいいや、いいか、うん、でですよ、はい、行きの話もちょっとするんだけど、うん、俺はね、まあ、こう数多くいろんな、まあ、大小関わらずサポートしてきてね、移動の途中に高速をわざわざ降りて爽やかに寄るバンドはね見たことがないよ爽やかへの執念 ね、 ね、ちなみにそれやったら2回目だからね、ウォンクはね、そうだね、そう、絶対こうなんかねサービスエリア飯よりも静岡を通るんだったら爽やか食いたいって言うと、最近もうなんかその運転をしてくれてるマネージャーの林くんも割と乗る気になっちゃうから、うん、今までだったらねこうちょっといやでもちょっと早く着いた方がいいからとか言って先を急いでたはずなのに、いや爽やか俺も辞さないよみたいな空気になっちゃっててですね、
大抵ね、こうだから東京から西側に走るときはもうこれで通算2回の爽やかより道を経て、そのせいでこの間もだってワンパークもだって着いたの朝の何時だったよ、あれ3時とか4時だったもんね。そうだね、爽やか並んで食ってたせいで、そのせいでとんでもないバンドですよ。まあでも良いですよ。いいですかね。美味しいし、美味しいもん食べるのはいいことですから。まあいいことですね、うん、人生豊かになりますからね。そうですよ。そうですね。で7月それが終わるとですね、あ、僕メルロー神戸に行ってきました。そうメルロー今月ライブ結構やってましたね。そうそうそう、とりあえず神戸の、うん、メリケンパークって、うん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 、ね、みんなあのなんだっけ、前ラジオとか出たさ、うんうんうん、神戸タワーがあるところの、はい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 、海沿いの広場、うん、で、ある、まあ、港祭りっていうのがありまして、それこそ前日はですね、そう、それこそね今月とかはだからソイルさんとねニアミスが本当多くて、その椿ツアーから、はい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 、その時も前日の鳥がソイルさんで、そう僕が出た日はモンキーマジックさんとかが、ね、出ててっていう、まあ音楽中心なのかな、けどでもいろんなダンスコンテストがあったりとかっていうようなやつにわざわざ県外枠で呼んでいただきまして、そう初のねメルロー初の野外ライブですよ。すごい、そう楽しくてね、そうあの僕のインスタの方に、インスタのあの何長尺載せれるやつ、インスタグラム TV の方にその模様がちょっとだけ上がってるんですけど、あの走り回ってますステージ広かった、ステージ広いからね、走り回ってわーわーギャーギャー楽しくライブをしましたね。いやそうで、まあそんなことがありつつの、何があったかしらね。いやでもだからウォンクは結構取材とかに対談とかいろいろしてますね。そうなんですよ、あのウォンクは、まあ、7月も引き続きその新譜のための、うんうん、あのプロモーション活動に勤しんでまして、はいはい、今回もね、あのもちろんそのグッズの話さっきしましたけど、うん、まあ、いいグッズがいっぱいあるよっていう話もあるし、インタビューでは対談系もいろいろやりまして、うん、それもあの順次世に出ていくと思うので、またウォンクのツイッターなどなど、エピストークのウェブサイト、ツイッターなどなどをこう見ていただければ、はいはい、告知していきますので、皆さんもろもろ点取ったりアクセスしたりしてみてください。あの今回のそのアルバムムーンダンス、まあ、EP、うん、ムーンダンスに関しても、うん、割とその内容、歌詞の内容だったりとかこだわって作った面があって、うん、まあ、そういう話をね、コンセプトとかコンセプトとかについてもいろんなインタビューでこう散りばめて言ってるんで、はいはい、なんだろうな、まあ、曲を聴いて楽しんだ後それも皆さんこう情報を集めて、うん、あのこういうアルバムなんだというのもね、うん、また一つの楽しみ方かと思いますので、はい、そしてね、今度8月の頭に放送する予定の、はいはい、2回目の出演になるあのキリンのグッドラックライブっていうのの、そうだ、もうついこの間ですけど、ついこの間ライブの収録がございましたね、はい、あれも楽しかったね。なんかね、いろいろラジオとしてはなかなかない試みを、そうそうそう、あのキリングッドラックライブってそのライブするラジオ収録なんですけど、うん、それがまあ後々こうラジオで放映されるっていう番組で、前回もね、でさ、あの前回が結構前に、うん、出演しましたね、出演しまして、うん、で今回も出演してるんですけど、あの今回はちょっとね面白い試みをしておりますと、ね、あのそれ詳細はまだ何も言えないんですけど、うんうん、普段ライブでもやらない、ね、あんなことラジオライブでやる人いないんじゃないかなっていう面白い試みをねやってますので、そちらも、なかなか見れないものが見れないというか聞けないものが聞けるというかね、うん、なんでそれもね、あの放送前にまたウォンクのツイッターとか、ウェブサイトで告知しますので、はいはい、そちらもねチェックしてみてください。これはね、あのナビゲーターが小籔さんで、ね、そうそうそう、そう小籔さんはそのよくリハーサルに使ってるスタジオで
会う見かけるよく見かけててそう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 、なんかでも特に接点ねえしなと思ってたんだけど、これで今度見かけたら喋りかけれると思ったっていうね確かにこの前お世話になりました。そうそうそう、いやさすがのトーク力でしたね。いやもうトーク力でしたねとかそういうこと言うのもおこがましいぐらいの、あれもやっぱりねなせる技ですよね。すごいですよね、はい。であれはどうだったの、俺全然自分はさ聞いてなかったんだけどさ、あの JK ラジオはさ、うん、何の曲と何の曲で、うん、てかまあ JK ラジオっていうのがあったんだよね。はいはいはい、 JK ラジオカビラさんの、そうです、 JK ラジオに生出演、あれも朝、あれすごかったよね。そのだからキリングッドラックライブの収録の次の日、そう朝7時集合とかで、そう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 ですよね。いやでも7時集合なんだけど、あのジョン・カビラさんの、うん、たまに出るおたけび、うん、まあ、ゴールじゃないけどゴール的な、うん、なんか時報があるわけですよ、 あの名物のおーって伸びるやつね。あれを聞くと目覚める。あ、覚めるね。そうだから、あれ生で聞けんの、生で、そうブースの中でちゃんと僕らの目の前でやってますから。すげえなー、すげえ、俺も見たいなー。そうなんで朝早くても起きれちゃうんですよね。あそこでやったカバー曲は結局何と何を提示して何をやったの。なんかそのラジオの趣旨はウォンクが2曲カバー曲、はいはい、有名なアーティストのカバー曲をやって、うん、でそれのフルバージョンを小出しにしてって、最後どっちのフルバージョンが聞きたいですかっていう投票してもらう。投票でね、うんうん、で僕らが選んだのはアースウィンド&ファイヤーのシャイニングスターっていう、まあ、名曲ですよ、はいはいはい、とあとあれよ、どれよアイズレイブラザーズのあフットステップスインザダーク、フットステップスインザダークっていう曲、はいはいはい、この2曲名曲ですけどもを選んで、結局フットステップスインザダークをやりました。それは何、あのウォンクの魔改造バージョンじゃなくて、ま、普通の原曲の感じ。あ、それはなかなかレアな。そうそう、多分ライブでもやったことないし、おもう JK ラジオだけでやってます。おすごい。というのがまあざっとここまでの流れっすね。そうだね、ここまでのね。いや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 、そう、今までの話はそのまあ主に何を皆さんに向けてやってきたかってことなんですけど、うん、そうだな、もうちょっと裏側で面白い話あるかな。裏側の話であるかな。あとね、何せいろいろあるからね。そうだね、いろんなことがねエピストロフとして、はい、うん、まあエピストロフって音楽レーベルですけど、うん、会社をやってるわけですよ、うんうん、株式会社を、うん、エピストロフ株式会社っていう会社としてやってるんですけど、はいはいはい、まあ、会社には養わなきゃいけない人がいるわけですよねそうですね、そうこれで、うん、その人たちをこう、うん、計画的に、まあ、払うもん払わないといけないから、うん、っていうののその計画を立てるのが、まあ、メンバーの中で僕の役割なんですよ。ああ、そうなんですか。実は経理というか、まあ、経理っていうとなんか事務作業っぽいけど、もうちょっとなんか予算組、そう全体のこの財務大臣だ、財務大臣なんですよエピストロフの僕はね。なんでもうそのことなんですよね。そのグッズもあり、はいはいはい、新譜を作るっていうのは皆さんうん、CD っていうのはお金がかかりますから、うん、もうね、うん、100万ぐらいの400万ぐらいのお金を積み込んで CD を作るわけですよ。まあ、そうだよね、音楽だけじゃなくてそれこそねデザインとかもね、いろんなものがありますからね、とかも400万かけてやってグッズも大量に作り、うん、他のアーティストをキキビビもリリースしたし、うん、みたいなことをやのでなおかつ日々払う給料払いみたいなことをこういろいろやってる時間が長かったかもしれない。うーん、裏側はね、僕の裏側は。なるほどなるほど。なんでそのこれ聞いてる方で会社員の方もいらっしゃると思うんですけど、うん、まあ、僕も別の会社の会社員でもあるんですけどそこはちょっとややこしいから置いといて、経理とかやってる方はね、とかなんかその管理会計やられてる方とか、うん、もしいらっしゃったら僕も
同じようなことをやってましたやってますよ。大変だね。大変ですよ。大変だ。あとアーティストへの印税の支払い。ああ、それ僕もね。そう、安藤くんはそのエピストラフの、うん、あの所属アーティストメルローとして所属していまして、はいはい、で僕らのエピストラフからこう作品をリリースしてるんで、うん、安藤くんにもそれ相応の印税を支払わなきゃいけないんですけども、まあ、それの計算をして、うん、みんなに確認取ってみたいな。はいはいはい。そう、井上さんの努力で僕へ の振り込みが。そうです。ありがとうございます。いつもそれでこうね養われております僕の家賃が払われてます、はい、そこから。そうか、なるほどね。安藤くんの裏側は何かありますか？俺の裏側はね、そのライブとかじゃなくて、俺の裏側はね、こんな話でいいのかっていう、そんだけ大変な話を聞いてからで、うん、あれなんだけどね、あのプレステ4の、あ、違うわ、プレステ4の新しいゲームも買ったんだけど、ほうほう、まあ、それはちょっと、はい、それよりもね、あったわ、はい、ストレンジャーシングス。出た、ストレンジャーシングスだ。見ましたね、あの新シーズン。っていうか、あれだったんですよ、全然知らなくて。そうだね、ストレンジャーシングス皆さん知ってますかね、あのネットフリックスで、ね、オリジナルドラマのなんか有名なやつ。そうで、あれってさ、もうなんか 2,3 年前からやってたんでしょ、シーズン1からすると。そうそうそう、らしいね。でしかも俺この間さ、あのナイキ×ストレンジャーシングスの、うんうんうん、なんかこう広告新作披露とか、うん、まあ、そのコラボ作品のこうロンチパーティーみたいなのに、あ、そうだそうだ、ケントと一緒にね、そうだそうだ、行ってたね、ナイキ好きなんで行ってきたんだけど、うんうん、実はねストレンジャーシングスってね何のことか分からずに行ったんだよね俺。あ、そうなんだ。そう、俺てっきりさストレンジャーシングスって言うからなんか俺はスポーツブランドだと思って、また別のストレンジャーシングスってブランドかと思ってたわけね。そうと、ナイキのコラボアイテムなんだと思ってて、はい、行ってなんか、え、見た？シーズン1とか見てる？見てない。ちなみに僕は1話しか見てないです。あ、なるほどね。まあ、だからなんかそのなんかそれこそなんかこうおやつとか出してくれるんだけど、それもね、そのだからその何、話の中に出てきたおやつみたいな、それとかが出てくるんだけど全然わかんないわけよ。なんだこれとか思って、なんだこのガキの写真はとか思ってたら、でなんかその あドラマだっていうことにその気づいて、そう、気づきまして、はいはいはい、そうで、これは見なきゃいけないなと思って最初見始めたんですけど、はい、したらね、こう、まあ、まあ知ってる人は知っている、僕はすごい映画好きなんですけど、うん、すごいわけですよ、その80年代の、てか舞台が80年代なんだけど、うんうん、それのその頃のなんていうの、映画へのオマージュというか、その SF とかホラー映画とかへのオマージュとかがもうすごくて、で劇中かかる音楽もだからてか、なんかメインテーマとかもさ、ちょっとそういうテクノっぽいシンセの、シンセ聡明機って感じのその音楽だったりとか、あとは80年代のあの LA のロックみたいな、ああいうね、あのモトリクルーとか、ああいうのがバンバンかかってね、すごい良かったです。で一気にシーズン3まで駆け抜けまして、僕は。それでもぶっ通しで見ても2日ぐらいかかるんじゃない？いやだからね、もうあれよ、もう流し見の時もあったよ、それこそ。なるほどね。うん、であとはもう寝落ちするけど駆けっぱなしで、うんうん、だから俺は結局、だからもう最近ね、うん、俺ね、そう、Netflix とか見るときにもう吹き替えにしてんだよね、うん、全部。なるほどね。そう、流し見しても意味が分かるようにみたいなね。そう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 、はいはいはい。でガーッととりあえず見て、もう最後シーズン3の最後はね、うんうん、もう大泣きしてね、体調崩した。そんな、うん、そんな感動するシーンあるんだ。そう、いやもうね、でしかもね、もう分かってるわけよ、もうね、映画好きなら分かる、なんかもうこれは最後こういう風にしてそのカタルシスを爆発させるだろうなっていう。じゃあ割とそのお約束というか、そうそうそう、いや結構臭いのよ、その演出としても臭いんだけど、でそれをもう期待しちゃうわけよ。もういやもう絶対これもう、ああ、ああもう来る、ああもう来る、ドーンっつってもう
だからその自分でだからジェットコースター並んでる感じだよね、はいはいはい、もう絶対ジェットコースター乗るの分かってて落ちるの分かってて並んで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 乗って走り出して落ちて、なるほどね、もう大だからその自分で膨らましてるから大号泣でね、もう頭痛くなっちゃってストレンジャーシングスか、そうそう、ちょっとね僕は一部は見て、うん、この先長くなりそうだと思ってやめちゃったんですけど、でもね意外とねテンポいいんですよあれ、うーん、1シーズン8話ぐらい で、うんうんうん、でしかも45分ぐらいだから、うんうんうん、1話が結構ねサクサク見れてテンポいいですよ、そうなんだ、そうちょっと見てみようかな、ね、じゃあ5日間ぐらい生活する時間があったら、そうネットフリックスで言うと僕はあの殺人犯の視聴率っていうドキュメンタリーを、あーなんか今日書いてたやつね、そう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 、ピストロフの連絡網に、あれはすごいわ、それは何ドキュメンタリーなんだあれ、ドキュメンタリーなんです、あの僕この事件すら知らなかった、まあとある事件のドキュメンタリーなんですけど、うん、事件の真相を追ったドキュメンタリーなんですけど、うん、その事件を知らなくてまず、うん、もう驚愕したんですけど、うん、あのブラジルの、うん、まあ、警察24時的な番組があって、はいはい、その犯罪現場に直行して、うん、その警察と犯人のやり取りとか、うん、その被害者の様子とかをこう映すみたいな、うん、かなり過激なブラジルのすごい人気番組があって、うん、なんかそれをの司会者が、うん、まあ、そのヒーローとしてこう認知されていくわけですよ、うん、犯罪を撲滅するシンボルみたいな、うんうん、になってどんどんこう有名になって、でその犯罪をなくそうみたいなスローガンを掲げた、うん、そのまあ政治家になるわけですよ、圧倒的な支持を得て、もう、あ、もうそのテレビ番組の司会者から政治の世界へ、そうです、もう圧倒的な支持を得て政治家になるんですけど、うんうんうん、とあるきっかけから、うん、その番組の行われてた殺人とか犯罪は、うん、そいつが首謀してた、やば、司会者が首謀してたんじゃないかって疑惑が上がるわけですよ、そんなに言い合わせれないだろうみたいな、そうそう、うん、まあそれもあるその他の犯罪者の証言からそういう疑念が生まれるんですけど、はいはい、っていうのが本当なのかどうなのかみたいなのを追ったドキュメンタリーなんですけど、やばいあれは、気になるそれは、そうすごいよ、なんかその要はその人をこう調査する側、うん、司会者を調査する側の、うん、インタビューもあり、うん、司会者本人のインタビューもあるんですよ、ああだからその容疑をかけられてる、まあ、疑惑をかけられている、そうそうそう、本人もね、本人のインタビューもあるし、えそれフェイクドキュメンタリーじゃなくて本当なんだよね、本当の、で、まあ、お互いの主張はすごいよくわかる、うん、なんか俺ははめられてるとか、うん、いやこれはこういう証拠があるとか、うん、それがねもう、まあ、なんていうの、事実は小説よりきなりとか言いますけど、うん、本当にすごい、こんなのだって映画でも思いつかないって思うぐらいのいろんなことが起きるんですよね、それはすごいんですよ、ちょっと見てみて、ぜひ見てください、なんてタイトル、殺人犯の視聴率っていう、気になる、ぜひ見てください、はい、というのがまあ裏側、はい、裏側ね、あとだから、あれだ、質問がまだいろいろ来てるのでちょっと見てみるのかな、はいはい、じゃ相談系、お勝手にこう人と自分を比較して落ち込んでしまいます、おどうしたら上手にそういう時乗り越えられますかという質問が来ております、人と自分を比較して落ち込む、そうだからなんか自分はあれよりあの人より劣ってるなとか、こういうことできないなとか、こうついつい比較してしまうというね、でもそれはね俺もある、かなりある、それまああるよね、あるよ、やっぱり隣の芝がもんちゃらみたいな、うん、ね、ないものねだりというか、うん、そうそう、そういうのもあるからね、だってビル・ゲイツはなんであんな金持ってるのに俺は持ってないんだとか、あそんな飛躍した話までありますか、ビル・ゲイツの息子は生まれながらに大金持ちの家に生まれてるのに、ああ俺はなんで金がないんだとか、 あと土地を持ってる人はなんで生まれながらにして土地を所有してるのに、ああ俺は生まれながらにして土地を所有しなかったんだろうとか、それは俺も思ったことあるわ、なんかさそういうのあっちゃういやそういう規模の話もあるし、うん、で一緒じゃん、でも結局まあまあ、ね、まあ、その、うん、羨む先の当事者にもいろいろあるけど、うん、それは僕ら知らないから、うん、でもまあ
世の中ってそういうもんなんですよね。あ、そうだよね。だからまあその他の人がね、その青く見えてもそれはね、生まれた時から理不尽に決まってることもあるわけですよ、うん、もちろんその家庭の話も生まれながらにして理不尽に決まってることもあるじゃん。家庭の話だとしても、あ、努力できる人できない人って何、いろんな要因で決まると思うんだけど、例えば、うん、そうね、あの人は努力してこうなって僕は負けてるみたいな比べ方をする時も、うん、それはなんか努力するような環境下に生まれたのかもしれないし、遺伝なのかもしれないし、うん、そういうのはね、理不尽に生まれた時が決まっていてどうしようもないこともあるから、うん、なんかそこはねマジ悩むことあるわ俺も。だからそれをどうすればいいのか分かんないですわ、ね、でもだからなんかさ、結構さこう時々さ自己分析とかすると楽しいんだよね。あのだからなんていうの、はいはい、ミュージシャン、専門ミュージシャンがさ、はいはい、あのなんだエントリーシートとか書いたことないからさ、はいはいはい、就活で使うね、長所短所みたいなのってさ、うんうん、あんまやらないんだけど、やらないと思うんだけど、うんうん、そのミュージシャンの皆さんはね、うん、俺は割と好きで、まあ、その時々こう自分を研究するみたいな、うんうんうん、そうそうとか、そうするとまあなんかまあこの質問に対してのものすごいそのなんていうの、模範回答というか、ありきたりでつまらない話なんだけど、やっぱりこう自分の何長所にポジティブに気づくことっていうのは大事だなと思いますね。それはもちろんね、俺もだからその比べて落ち込むんだよいっぱい、はい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 、で例えばその楽器のプレイだってさ、あこういうのできるようになりてえな、俺できねえんだよなって思ったりとかさ、うんうんうん、こいつこういうとこ上手だなとか思ったりするわけじゃん、うんうんうん、そんな、そうね、そうなんだけど、まあまあ俺もかっこよくねみたいな、あまあそのまあね、そう、そういうことね、自己肯定というか、していかないとこんな世の中渡っていけねえべ開き直りの自己肯定ってこと。そうだから、いやもう最高っすよ僕もあなたもって、うんうんうん、いうところいい子ぐらいあるっしょっていう、うんうんうん、なるほどね。そうで、そのなんか最高、自分の最高な、なんか俺割とだからさ、なんかね、なんつうのかな、俺昔からできないこと、これちょっと真面目なモードになってきたな、いいよ、いいよ、できないことをできるようにするよりも、うん、今できるところをもっと磨く方がねいいといつもねこう思ってる人だ、言ってるんですよ、うん、できないことできるようになってもそれできるような人には勝てないじゃん、はいはい、でも自分がこれだけは、これは自分のできることなんだよねって長所をささらにかっこよくした方が絶対にいいと、その学生の頃の大会に向けてとかも絶対それでやってたから、うんうん、そうだってできないことをできるようにしてる間に人生何年経っちゃうか分かんないからね、うんうんうん、そうとかね、そんなね真面目なことも言ってみたりっていう話ですけど、どうすか、まあ、だから隣の芝青く見えちゃう時は、うん、まあとはいえ、とはいえいろんな人にいろんなことがあるよと。まあそうだね、みんなねその青い芝の人も悩んでることあるしね、あるし、うん、でもまあね、そうどうしようもなく変えられないこともあるわけですから。まあそうですね。うん、まあなんだ、無の境地でいる。無の境地。日々楽しいことだけやって生きる。随分と投げやりな。いやなんかね、うん、そう何かに対するその積み上げた希望みたいなのがあると。うん、やっぱそこにの価値観にとらわれて他のところが青く見えてきたりすることはあるんですよ。例えば金を持ってた方が幸せだって、はいはいはい、結構多くの人が思ってると思うんですけど、うん、だからビル・ゲイツの息子を羨むわけですよね、うん、例えばそう、ね、うん、でも別に金がなくても幸せだって思えば羨ましくないわけですよ、うん、だから何かしらのその積み上げた何かしらに対する信仰、ある種の信仰、はいはい、を無にして自分が直感的に今手の届く範囲で楽しいと思えることをやって生き続ければ幸せなんじゃないかな、うん、いや知らんけど、ね、いや知らんけど知らんけど、ね、はい、さあじゃあ次行きましょうかね。どうしようかな。ああ
あのフェネル・コリアンダーさんからエピストロフ所属、エピストロフ所属のビートメーカー、うん、フェネル・コリアンダーさんからですね、はい、そうね、もうあの定期的にやってるコンテンツがテーブルビーツしかなくなるんじゃないかとちょっとヒヤッとしましたけどね、はい、そう、そんな彼からの、はい、今年上半期ベストアルバムを教えてください。いやー、来た来た来ました。どうですかね、僕はいくつかあって、はいはい、まあ、1個はラジオでも紹介したけど、うん、あれよ、ほらどれよ、ブラッドメルド、ブラッドメルドのあれね、あれです、黄色っぽいやつね、ちょっと今調べよう、ファインディングガブリエル、そうそうそう、ブラッドメルドの新作ですよ。これはねいいですね、うん、いいでしょ。まああれはかなり僕は好きでしたね。あれもね、なんか割となんか最初に出てたさ、シングルの1曲目の曲、うん、ガーデンだっけ、うん、あれが結構、ああもうこれにこういう風に振り切ったかと思ったんだけど、意外と次からは、ああブラッドメルドだっていう感じに、そう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 、ちゃんとジャズアルバムの空気感も残しつつっていうね、うん、なんかブラッドメルドってあのなんて言うんだろうな、ジャズとも言えずクラシックとも言えずみたいなとこない、うん、なんかちょっとフォーキー、そうそうそう、なんかね、なんて言うんだろうな、まあ、ブラッドメルドらしさがあるよね、その、そうだね、なんかすごい単純な ブルースをやる曲もあるじゃん、うん、なんだけどなんかどこか格式あるというか、うん、いい感じに聞こえるのもあるし、なんだったらグラスパーとかもすごい影響受けてんじゃないかって思うよね、うんうんうん、すごい、うん、でね俺はね今ねすごい考えてんだけど、うん、ベストアルバムね、なんか普段さあんまりさそういうこと考えながら音楽聴かないからなと思って、あとこれもあのあれはフライロー、はフライロー、フライローも良かったね、フライローも良かった、ね、フライローも良かったね、あれはなんかなんだろうな、でもそのアートワークとか先行シングルとかを聞くとすごい実験的な感じはしたのよ、うんうんうん、だけど蓋を開けてみるとポップなヒップホップアルバムの側面もあるなっていう感じだったね、うん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 、俺は割と普通の、むしろフライローって昔からそのちょっと特殊なビート感あったけど、はいはい、曲によってはね90年代ぐらいのヒップホップに回帰したような曲もあって、うん、うん、あれはあれで面白かったです。なるほど。で、俺ちょっとねジャズ路線で言うとね、はいはい、今ニューヨークで結構売れてる、うん、あのビブラフォン奏者、うん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 、ね、ジョエル・ロスっていうね若いやつがいるんだけど、うん、それがリードアルバムをブルーノートレーベルから出しまして、はいはい、それがね非常に良い、僕はすごい好き、うん、どういう感じなんですか。なんだろうね、なんかまあ言ったら、ああニューヨークコンテンポラリーってこういう感じだよねっていう、そのいわゆるさ、そのこれは言葉で形容しがたいんだけど、その2000年代初頭にあったさ、うん、なんていうの、もういわば誰が一番難しい曲作れるかみたいなに凝り固まりすぎてた、あのニューヨークのコンテンポラリージャズ、うんうんうん、そうっていうのを経て、なんかこうちょっと力が抜けて、すごくバランスが良くなったというか、ね、そうそう、だしなんか多分、まあ、世代としては多分ね俺よりも年下なんだよ多分ね、もうずもっと、うんうんうん、そうで、そういう若手の人たちのなんかこうなんて言ったらいいかな、こうそのまあコンテンニューヨークのコンテンポラリージャズっていう枠組みの中ではあるんだけど、うん、サウンドとしてはなんかまたそのグラスパーとかとも違うし、ああいうヒップホップ通過のジャズとも違うし、うんうんうん、でなんかその混ざり具合が非常に上手、でそのやっぱりビブラフォン奏者のリーダーアルバムってさ、こう近年そんなにないと思うし、ないね、あんまり、うん、まあステフォン・ハリスぐらいかな、うん、そうそう、でもステフォン・ハリスはもうちょっとこうバキバキな方よりだし、うん、そうそうそう、だからそれに比べたらすごいねバランスいいんですよ。なるほど。ジョエル・ロス。そうですか。そうで、聞いてみますわ。ジャズアルバムとしてはすごい良かったと思います。うん、
僕ポップス路線だと普通に、うん、あのジョージのサンクチュアリシングルですけど、はいはいはい、すごい好きですね。あの88ライジングっていう、うんうん、アジアのヒップホップクルーみたいなレベルがあるんですけど、うん、そこから出してるジョージのサンクチュアリすごい好きだったし、うん、あとポップス路線でいい、ポップスっていうと失礼か、あの路線でいくとジェームズ・ブレイクの、うん、アシュームフォームっていう新作の、そのアシュームフォームっていう、うん、あのタイトル曲、うん、1曲目すごい好き、うん、聞いてない、聞きます。はい、なるほどなるほど。いやでもねすごいよね、日々出てますね、いっぱいね。出てるよ、もう追いつけないですよ、ね、すごいよね。もうだしやっぱり世の中シングル戦争になってきてるよね、うんうん、すごいね、リリースの仕方もだんだん変わってきてるなって思いますね。本当ですよ。いやなかなかね、そう、まあいいや、うん、ちょっと僕も質問いくつかもらってるんで、はいはいはい、読んでいいですか。もちろん。では読みます。はい、どうぞ。日本のシンガーソングライターで老若男女問わず、うん、好き注目している人は誰でしょうか。はい、という質問でございます。いますか、シンガーソングライター。 100% アイコでしょう。アイコ、うん、俺はもうアイコさんですよ。ド定番のド定番だ。うん、もう悪いけどね、これはもう外せないわ。そうなんですか。そう、中学生の時に、中学生じゃない、高校生の時に画像、携帯に画像が97枚入ってたから、アイコの。それ画像なんだ。画像なんだ。いやもうなんていうの、もうすべてよ、もうすべてが神格化してたから。なるほどね。で1年になんかラジオの公開収録とかもうだから追っかけだよね、もう。へ、1年にこう何、春ツアー、夏ツアー、な、春ツアーな、冬ツアー、うん、追加公演、ラジオ公開収録とかもう追っかけに追っかけてさ。そう、そうなんだ、すごいね。それはあの、これリスナーの方で音楽をやってた方、うん、いるとは思うんですけど、音楽やってない方からすると不思議なことかもしれないんですけど、うん、ミュージシャンの愛子さん好き率めちゃくちゃ高いんですよ、うん、まあ、確かにね。実はそのシンガーソングライターって名だたる人いっぱいいますけど、うん、その特にジャズミュージシャン、うん、ジャズミュージシャンの愛子さん好き率高い、うん、これは何でかっていうと、その楽曲のコード進行が若干特殊なんですよね。そのうん、あの、なんて言えばいいんだろうな、普通のシンガーソングライターの方が、普通って言うと変ですけど、あ、なんか、うん、説明が しにくいんですけど、そうね、ギターを弾きながら歌うみたいなスタイルの人でああいう曲書くことは難しいんじゃないかなみたいな、うん、ちょっと凝ったコード進行の曲多いですよね、うん、だからあの、あれだよね、例えばうん、難しいな、確かに難しい。ドレミファソラシドの中で作った曲だったら、その和音も全部ドレミファソラシドの中からできてる、うんうん、こう、まあ、ピアノでいう白い鍵盤だけを使って普通だったら曲って書くじゃない、うんうんうん、なんだけどアイコは割とこうドレミファソラシドのメロディーに対して普通使わないその黒鍵も使ったね、そうあのコード進行とかが出てきて、うん、うわってなるよね。そうそうそう、あれ、そうそうそう、あとね、適度にブルージーなんだな。ああそう、うん、そう、これもね、ちょっと説明難しいけど、うん、その難しいね、うん、あの和声とは外れてもなお、うん、ね、ブルーノートを使っていくスタイル、こうベル、ね、ブルースだよね。そうブルース、確かに、ね、そういうなんかね、おって思うことが多いから、ね、楽曲に対して。そんなにね、車に構えて聞き始めたわけじゃないんだよね。でもなんかやっぱ耳にグッとくるものだったんだろうね、うんうん、なんかその自分の耳が超えてもなお聞けるっていうことだと思うんですよ、僕は。あの、ね、そうそう、取っかかりやすくて聞きやすいし、なおかつそのいろんな音楽を聞きまくって聞きまくって、うん、自分の耳が
並大抵のものじゃ満足しないぞみたいになっちゃったとしても、うんうん、グルメになっちゃったとしても戻ってくるとまだかっこいいっていうのがある気がする。確かにそうね、うん、いや井上さんどうですか。僕はねシンガーソングライターってなんぞやってなっちゃう歌 作詞作曲者が自分で歌も歌ってるってことですよね。そうそうそう、そういうことで言うとなんか若手のシンガーソングライターの人って、うん、なんか今まであったステレオタイプのシンガーソングライターの一辺倒じゃなくなってるとこは僕はすごい好きですね。中村佳穂さんとか、あ、はいはい、それこそ織坂優太さんとか、うん、なんかああいう人たちってそのシンガーソングライターと言っていいのかもしれないけど、それぞれがそのねライブの時に、うん、ねプレイヤーもちゃんとこうフィーチャーされてそうだねやるしみたいな、うん、なんていうんだろうな、やっぱシンガーソングライターっていうとピアノの弾き語りとかギターの弾き語りみたいな、うん、まあアイコンは全然違うけどまず、うん、だけどそういうね、うん、なんか新しい形にどんどんなってるのが確かにね。やっぱりそのビート作るのも簡単になってきたからっていうのもあるだろうね。昔でいうさシンガーソングライターってさやっぱりその、うん、だからピアノとかギターでこう伴奏を弾きながら、うんうんうん、コードあーメロディーを考えて歌詞を考えてみたいなのがシンガーソングライターのある形だったけど、はいはい、今そのシンガーソングライターのソングライティングっていうところがただのそのピアノとかギターだけじゃなくて そこをもう打ち込みで作っちゃうみたいな人とかも出てきていっぱい出てきてるわけで、ソングライティングの多様化に伴ってね、そのいろんな形のシンガーソングライターというかシンガーソングライターってなんだよっていうなるぐらいにはね、みんなシンガーソングしてるからそうだ、ね、ライトもしてそうだね、そうだからそれはねかなり面白いですよね。確かにね。なんでそう、うん、そういう感じ、そういう感じですね。まあアイコは最高ってことです。はい、はい、他にはどうでしょう。いっぱいあるな。おお、これ面白い。どれ。何これこれ俺今読んでいいのかな。今度リキッドルームに行ってファンになるか決めようと思ってます顔と名前が一致しないのと一度でイケメン4人覚えられないので数分おきにご紹介お願いしますって言われてるんですけどこれはウォンクに対する質問だと思うんですけど、はいはいはい、まずリキッドルームに行ってファンになるか決めようと思ってますと。ありがとうございます、来ていただいて。でもしライブが良かったらファンになってくださいと、はい、顔と名前が一致しない。僕は、ベースの井上寛と申します、はい、よろしくお願いします。で4人いまして、ボーカルで一番顎が長くて、うん、ヒゲ面なのが、長塚健人でございます、はい。でキーボードで髪がくるくるでヒゲ面なのがヒゲ面ばっかじゃねえかよ、江崎綾武になります、うん、いつもシャツかジャケット着てる人ですね、はい、で、髪がドラムで髪がチリチリでサングラスをしてヒゲ面なのが、新田光になります。でヒゲ面じゃないのが井上寛。そうです、唯一のヒゲ面じゃないのが井上寛です。覚えやすいでしょ。覚えやすい。ヒゲが生えてなかったら井上寛と覚えてください。まあだけどねリキッドはねまずね人数多いですからね。確かに他にもサポートメンバーがいるんですけど、ヒゲ面じゃないのは僕だけになっております。あ、違う、そんなことないか。そんなこともないね、まあ、分かんないけどウォンクメンバーはそういう感じなので、今度またねウォンクレディオっていうウォンク4人でやってるラジオもあるんで、うん、そちらも聞いていただければ名前とか、ね、名前と声が一致するかなと確かに思います。ライブ見てもなかなか声はね分かんないよね、ボーカル以外はね喋んないもんね、うんうん、いやそれは面白い、面白い質問というかお便りはい、いいですね。まあでもライブを見ないとわからないってありますよね。なんかそのそうですね、うん、あとは、はいはい、質問です。はい、全てのことに対してやる気がなくなったとき菅さんならどうしますか。はい、じゃあ菅さん教えてください。これあるよね。あるあるあるけどね、それどうしろっていうのは難しい。なぜなら、うん、
本当に何もしない時あるからね俺もう音信不通みたいな、うん、蒸発、うん、ある、うん、まあ、そのために年一の海外旅行を設けてるんだけど俺は。あのエジプト行ったりとか、ね、そうエジプト行ったり、そうモロッコ行ったりハワイ行ったりとかしてるんですけど、はいはいはい、でもねそれはね、うーん難しいね。気分屋だから、うん、自分がその気分に逆らって何かしようとか思ったりしないのよ。あもう何もできないってなったら一回できない。そうそれはもうできないじゃんって なって、うん、それは否定しない。できないことに対して、うん、でもねそれはね意外と健康的かもしれないよね。なんかその無理やりやって中途半端なクリエイティブのものを生み出すよりは、うん、まあまあ納期にもあるよるけどね。だけど、うん、そのまだ間に合うのであれば一旦何もしない、うん、でよしやるかってきっとなるから。したらでもなんか一度は、うん、その僕のその何もしないっていうのはもう何周回っての何もしないなんですよ。ほうで一度はそのなんで自分が何もする気にならないかは考えた方がいいかもしれない。おなんか多分ねその時々いろんな理由があると思うんですけど、うん、でその何かしなきゃいけないって何か理由があるから何かしなきゃいけないわけじゃん、うん、人間別に生まれ落ちて何もしなくてもいいわけよ、うん、誰も何もしろと言ってないじゃん、うん、そうだね。だけど何かの理由で何かしなきゃいけなくなるわけですよ、うん、はいはい、だからその理由をちょっとね一回考えてみるといいのかもしれないですよね。なんかね生まれて何もする必要がない人間なんですよ、うん、人間っていうのは、うん、そう例えばそれが何かしないとご飯が食べれなくなるとか、なんか何かしないとこういう目標が達成できなくなるみたいなことがあって何かしなきゃいけないってなるんだったら、その目標で本当に頑張るに値するのかとか、何かするに値するのかとか、なんか俺は結構そういう無の状態に一回戻すの好きですね。今日は無のに戻るっていうのは一つキーですね。そう井上さんはいや無に戻すのすごいいいと思う。ていうか何でも無に戻せばね本質が見えてくるはずなんですよ。深い。そう、うん、なんでやる気なくなったら、まあ、その原因を一回は考えてみて、なるほど、どうしてもどうしようもなかったらもう何もしない。はい、はい、なるほどなるほどです。いやいやいや今日は割とあれですね、回答が壮大ですね。で俺結構ね常日頃壮大なことばっかり考えてるからね。そうあんまり喋んないけど。なるほど。いや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 、あとなんかあるかな。すき家の鰹節オクラ豚丼が美味しいのでぜひ食べてみてください。うん、食べます。食べてみます。すき家ってどこにある？すき家はねうち今住んでるとこは駅前にある。すぐあるあるある。うちの近くはね吉野家とね松屋あるんだけど好きやねえんだよな。うん、ちょっと見つけたら。ちなみに何派どこ派？三社。あ松屋派かな。はあ、それなぜ？あのね塩なんだっけ、ネギ塩豚カルビ丼が好きなの、うんうんうん、なるほど。もう商品があるからだそれが。そう、なるほど。うんうんうん。どこ派？それは非常に難しくて、牛丼を食べるなら吉野家。あ、そう、それは俺は同じ。そうでしょ。カレー食べるなら松屋。ああ、スパイシーな、はい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 、謎カレーあるじゃん。あれは松屋美味しい。うん、で気まぐれのすき家かな。そのトッピングが多いから。あー、チーズとかね、ネギ玉牛とかなんかいろいろあるよね。気まぐれで何か変なの食べたいなと思ったらすき家。そして、うん、不動の、安定ポジ中う。中うね、中卵こと中う。中卵あれは卵じゃないですからね。うですからね。中うはね俺はねやっぱりね、それこそあれだ、椿の大阪公演2日目、うん、だからツアー2日目も、はい、あのアフターパーティーがあったじゃないですか。はいはい、ありましたね。で帰ったでしょ。はい、で
その先もだいぶウォッカを飲み、はいはいはい、やりましたね。ぐじゃんぐじゃんになって、はい、明け方そのアンモナってあのクラブから出てきて死にそうな俺の前に舞い降りた中卵ですよ。ああもう強風ミニうどんもうあれに救われたね、あの夜は。いやうまいよな。てか中卯はやっぱりね、だし系いいよね、うん、そうそう、うどんも美味しいし、そう、まあそれ ゆえに丼も美味しい、うん、そう、割とね、あの中卯のうどんをね、あの明け方に食べて助けられてることが多いですね、うん、俺はいろんな場所で、うん、そうそうそう、いや中卯の話になっちゃったけど、はい、すき家の、かつお節オクラ豚丼、はい、食べてみましょう。健康にも良さそう。はい、夏バテ防止ね、ネバネバ系ですからね、はい、そうそうそう、いや面白い。今日は結構バラエティ豊かなねお便りがいっぱい来てますよ本当に、うんうん、そう、もう一個読みますね、はいはいはい、堀米康之さんとのコラボ曲ディペンダントドリーマーズがすごいとても好きなのですが、はい、ウォンクと違うタイプのミュージシャンとコラボするならこの人とやってみたいという方いますかということです。これはですね、ですウォンク的に言えば、うん、いろんな人いるんだろうけど、うん、違うタイプのミュージシャンってね、うん、難しいですね、エクスペリメンタルソウルではないタイプの、うん、まあ、堀米康之さんは確かにちょっと毛色は違うと言われれば違うんですけど、同じと言われれば同じなんですよね。なんていうんですかね、その、まあ、金次しかり康之さんしかり、うん、そのなんだろうな、往年 その世界の音楽に、うん、そのルーツがあって好きで聴いてるみたいな、だから音楽の話もね、うん、ある程度一緒にできますし、うん、なんでなんだろうな、まあ表現方法は遠いようで、うん、聴いてる音楽とか近いみたいな。あ、なるほどね、うん、そう、だからまあ違うと言われば違うのかな。でもそういう観点で言うとそうだな、誰とかだったら一緒に作品を作るかとかじゃなくて、うん、あのライブ見てみたいやとか一緒にやってみたいみたいなのはあるかな。おそれこそずっと前から僕はあのラジオで紹介した時から聞いてるんですけど、うん、その織坂優太さんは、はいはいはい、全然違う、ウォンクと全く違うと思うけど、うん、僕は個人的にはすごい好きで、ライブ見たいなって思ってるし、コラボっていう感じではないのかもしれないけど、なんかね、そう、割とその、日本感あるというか、じゃあ割とそうで、しかもなんか割とそのなんていうの、世代的にも近い、そう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 、人だ、そう、なんかその世代近くて、多分聴いてる音楽も一部は共通してるんだけど、うんうん、表現手法が違ったりみたいな、そうだね、こうアウトプットのする部分がちょっと違うというかね、そういう人はやっぱり興味出ますよね、がぜん。はい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 。安藤くんは何かありますか？あるかな。安藤くんでもそう、これはメルローの話になるんですけど、はいはい、最近なんか海外のアーティストと一緒に何か やってるやろうとしてるみたいな噂聞きますよ。ああそう、だから今ね、だからもう今日もねお便りいただいたんですけど、はい、まあ新作はそろそろですかねっていう、はいはいはい、いつまでも待ってますよっていう、はい、あの優しいお便りもいただいてるんですけれども、出すぞ出すぞと、夏までに出すぞと言っていて夏がもう来てしまっているんですけれども、はい、今ですね、いろいろ野望がありまして、うん、あのまあ今だから何曲とかもできてて、そのフィーチャリングアーティストとかをね、うん、いろいろ迎えるのも、まあ、メルローは醍醐味なので、うん、なんかでどういうなんていうか、前作とかだとは、まあ、割と歌の人とかラッパーとか、うん、まあまああの楽器の人もいろいろな人が入ってますけれども、まあ歌の人とか目立ったんですけど、今回はですね、そうちょっと海外に目を向けまして、はいはい、こうなんていうんですかね、こうびっくり人間みたいなびっくり人間みたいな人、インスタびっくり人間みたいな人とかにまでこうちょっと魔の手を伸ばそうかなと思っていまして、やっぱねお国柄の違いなのかね、
ちっとも来ないわけですよそんなそうね、もう一緒にやることは決定してて、そうなんだよね、こういうことをやりましょう、そうそうそう、分かりました、やりますってなってるんだけど、まあ、あのスケジュールにルーズなね、そうそうそう、面があったりとかしまして、まあ、いろいろね、早くしろよって俺は思いながらっていうのが、あのおそらく次のシングルで出るでしょうという、はい、あの予告編をしておきます、はい、メルローのニューシングルは、フィーチャリングに海外の面白いアーティストを入れてますと、そう要チェックや、ね、要チェックですよ。いや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 、ということでですね、どれくらい経ちました？まあ、大体2時間ないぐらい経ちましたね。おー、2時間ないぐらい経ちましたね。今日も今日割とうだうだ感あるトークでしたね、なんかね。そうですね、ね、まあ、だけどまあ割とこう面白いことがあったといえばさ、この間すごいね、オタクのところのさ、あのボーカルの方、うん、あのなんかあの自動ドアが開かないだけですごいすごい再生回数とすごいいいね回数、いいね数をさゲットしてましたね。なんかもう MV とかじゃなくてもうそのいやそうそうそうあれだけで、いやなんか俺思うんだけどさ、うん、ツイッターとか SNS って、うん、僕はあんまりその得意じゃないんですよ、はいはい、それ何が得意じゃないかって、うん、なんかね求められてるものがわからなすぎる。ああ俺が何をすればいいかみたいな。そうそうそう、うん、もうあれも最たる例で、うん、ウォンクが新しい EP を出しますと、うん、何月何日出します、うん、情報を出します、うん、でそれ基本ウォンクのツイッターは、うん、あのなんだ、まあ、ウォンクのファンの方がフォローしていただいていて、うんはいはい、それをまず目にとらわれるのはウォンクのファンの方じゃないですか、うん、そうだね。だから EP を出すっていうのは、まあ、ファンの方が待ち望んでくれてるのかなと思って情報を出すわけですよ、うん、でまあいろいろ反応があって嬉しいんですけど、うん、それ以上に、うん、長塚健人が自動ドア入れない動画が望まれてるのかって思っちゃうんだね俺は。あーなるほど、ね、そうなのみたいな。あなるほど、俺らが新作新しい曲を出すというアナウンスよりもあのあいつが自動ドア通れないということが世に望まれてるという事実が、うん、なんて言うんだろうな、分からないっておかしいけどなんかそうか、そういうことね、あってなっちゃうからちょっとね SNS 難しいなと思って。ああなるほどね、うん、需要と供給と言いますか。そうなんかね、そうなるほど、そこ難しいよね。なんか難しいね。そうまあね、もちろんケントがそれで有名になってくれるのは嬉しいことなんですけど、うん、なんかね、ねえまあいいけどねいいけど、でもあれはちょっとバズりすぎじゃないなんかただ自動ドア入れないだけよ。そうだね、早くしてって言われながら ね。いやいやいや、そうそう、あれはね面白かった。俺も面白いなと思った、そのなんていうの、その広がり具合が、ね、なんかやっぱりでもあれはやっぱりね、綾竹がコツコツ積み重ねてきたプランディングものなんだと思うんだよね、やっぱり、うんうんうん、まあそのだってそこにフィクションはないわけじゃん、本当に長塚健人のそのなんていうの、そのトンチキな部分というかをそのハッシュタグを作ってこうずっとそれこそね、あのスフィアの頃じゃないかけど、まあジェミニぐらいの頃からね、こういろいろと積み重ねてきて、こう最初はなんかね、こう一部の人のこうそれこそマニアックなね話だったことがだんだんこうポピュラリティを得て、確かにここまで来たと。いやそれすごいことですよ、ね、確かにすごいこと。 それのなんかそのやっぱり下積みがあってのケント長塚というものなんでしょうな、うん、そうだねそれはそうだから、ね、まあそれはねすごいことなんですけど、やっぱり SNS で望まれてることの難しさはあるんですよ、ね、まあね、あるよね。そうそう、まあ、特にねもう今だから情報型社会ですからね、本当に最近もさすごい思うんだね、あのその某お笑いそのね、その 冒頭にちょっとコントをやりましたけど、はい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 、とかあとはまあその選挙の話題とかでもさ、うん、やっぱりこうなんていうの、国民全員がさ
こうライターというか発言者に慣れてしまう社会じゃないですか今。そうだね。なんかすごいいろんな意見が溢れてたりとかさ、なんかもうすごいなと思って、なんかパッと見るとハッとするんだよね。なんかこう昔だったらさ、だからそれこそさ CD のさ、こうそれこそさっき あの上半期ベストアルバムみたいなことだってさ、昔だったらこう雑誌のライターさんだったりとか、はい、それこそラジオ番組を持ってたりとか、うん、テレビ番組出てくる、うん、まあ、芸能人と言われる人とか、うん、そのあのライターさんとか批評家みたいな仕事の人がやる話だったけど、うんうん、今はもう誰でもさ今年の今期のベストアルバムは俺が思うのはこれだってみんなできるし、そうだね、まあ、それ楽しいことでもあるんだけど、うん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 、やっぱそんだけのこう時代にやっぱり自分が何を発信するかって、うん、難しいよね。本当に難しいと思う。そう、そうだから俺は先日あの美味しいラーメンが食べたいなと言ったわけですよ。あまりにもタイムラインが緊迫してたので。だから一時期あったんだよね。なんかこうそれこそさミュージシャンの間で、あのやっぱりなんか、ね、政治的なこととかに口を、うん、やっぱりちょっとしかもちょっと年配の方とかね、うん、ジャズミュージシャンのちょっと。うん、お茶の方たちとかがこう、うん、わーわーギャーギャー言ってしまうとやっぱり、そうでなんかそれでこうなんかまた議論が巻き起こったりする。悪いことじゃないですよ、うん、それはね。そうでその結果、うん、それを経ておじさんたちどうなったかっていうと、うん、ラーメンの写真しか上げなくなったんだよね。あもうより揺り戻しで平和主義者になったんですね。もう議論もしない人たち、うん、まあでもだからみんなやっぱでもやっぱり発信する人たちじゃないですか僕らは、うん、発信していかなきゃいけない中でね、うん、こう日々やっぱりこう悩みますよねっていうのをう、ね、ここ本当この1週間弱ぐらいすごいね思ったんだよね。すごい、うん、すごい思った。確かに ね、 ね、なんかその発信、そうね、そうそうそう、まあ際どい話ですけどね、難しいことですね、その SNS 戦略的な、うん、そうそう、何を言えばいいかみたいな難しいことですよ。まあ、思想もありますからやっぱりね、うん、アーティストたるもの、うん、いや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 、 YouTube のコメントとかはどうですか？あ、なんかちょっと YouTube の方を拾っていきますね、遡って、はい、ちょっとマイクを動かしますわ。てかあれだ、俺今チラッと見たんだけど今回のテーマは何ですか、何でしたっけっていう質問が来てすごいガタガタ言ってる。大丈夫？おお失礼。はい、そうだね、全然そのなんか冒頭でテーマを決めたはずなのに全く触れなかったね。全然触れなかったね、ここまで2時間。ですね、感想をいろいろいただいてます、ありがとうございます。グッズが楽しみとか、椿のライブ良かったとか、とか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 、あのだるま常田さんの部屋に置いてあるのを YouTube で見、ああこれギャザーラウンドの MV をペリメトロに作ってもらったってやつですね。そうそうそうなんですよ。うんうんうん、安藤さんはいつか会ったら南の島に道の駅か、安藤さんも超多忙だから家でゆったり過ごしてほしいですと、うん、お気遣いありがとうございます。爽やか混んでませんでしたか、まあ、並んだから、うん、遅れたと、遅くなったと、はい、混んでました、うん、はい、メルロー神戸かっこよかったよと、ありがとうございます。おー、来ていただいた方、ありがとうございます。嬉しい。あとはウォンクの EP は序章という言葉が気になっています、はいはい、シングル展開も嬉しいのですがコンセプト展開も楽しみたいです。おー、これはですね、ちょっとまあここで言えることと言えないことあるんですけど、うん、そうウォンクの EP 今度出る7月31日に出るムーンダンスは確かにその序章でございます。そのコンセプトアルバムなんで、そのまあ、その作品全体を通して一つのストーリーになってる作品なんですよ。はいはいはい。なんですけどそれは次のアルバム EP じゃなくて、また、今年か来年かちょっとあの詳しい話まだできないですけど、うんうん、そこで出すフルアルバムがもう一本を通した映画のようなストーリーになるものを予定しておりまして、じゃそれのなんか
世界観の提示というか、そうです、予告編みたいなのが、そうです、まあ映画でいうトレーラーみたいな、あ、トレーラー映像みたいなのが今回の EP なんで、その、あの世界観のエッセンスを散りばめた曲たちの抜粋みたいなのが今作品ですね。なるほどなるほど。あ、で今作品で皆さん、そのオレンジマグっていうその、はいはい、先行シングル聞いていただいた方いると思うんですけど、はい、あれは家族について、その世界においての、まあ、家族について歌った曲で、うん、そのあったかい歌詞とか、うん、いろいろいい意見をいただいて、言葉をいただいて大変、ね、嬉しい限りなんですけど、あの曲に関しても、うん、なんだろうな、まあ、EP 全体を通して聴いて、うん、もう一度こう一周して聴いてもらうと、設定があると、その、うん、設定がある、あるってわけじゃないんですけど、うん、なんて言うんだろうな、うん、今回のそのコンセプトの、まあ、根幹をなすテーマにもなってるんですけど、まあ、物事の考え方とか見方は一通りじゃないなっていうのは、まあ一つあって、まあ大まかにはそういう話なんですけど、なんでオレンジマグも、まあそのすごい温かい家族に対する歌詞ではあるんだけど、その物語の中を通してこうもう一回聞いてみたりした時にちょっと味わいが味わいが変わってきたりとかするかなとか思ったりとか、楽しみ。なんかちょっとチロッね、ヒントを言うと、その家族のあり方ってあれだけじゃないじゃないですか、うん、そのお母さんがいて、お父さんがいて、自分がいて、うんうん、でその両親のそのいろんな愛がこう自分の中に流れてる、うん、みたいなことなんですけど、うん、まあ、それだけじゃないと思うんですよね、まず、まあ、それももちろんある、はいはいはい、それも良き、あの良きことなんですけど、うん、ね、単純にそれだけじゃないっていうこともあると思うんだよなと、そういうところまでなんかこうね、ストーリー全体聞いてもらって、そういう思いをね、そこまで持ってきたら、まあ、言っちゃったけど今ここで、深そう、そう、 そういう感じで聞いてほしい EP とかコンセプトでございますので、7月31日発売、はい、楽しみ、ぜひ聴いてください、さあ、あとはね、あ、なんかね、チケットなくても物販買えますかという質問が来てますね。チケットなくても物販買えますか、これは多分ツアーの話ですね、きっと。あの、これはですね、どっかにどこで売るかみたいなのもちょっと今協議中なんですけど、うんうん、もちろんその会場では売るつもりで、なんですが、うん、まあ、それ以外の皆さんに手の届くような場所でも販売する予定はございます。私エピストロフは最近だとあのオンラインストアも始まりましたからね。そうなんですよ、オンラインストア、まだちょっとね、そのウォンクのグッズに関してはオンラインストアにどういう風に置くかとか、うん、在庫どうするかとかちょっと話し合い中なんですけど、うんうん、まあオンラインストアだったりどっかの店舗なのか、はいはい、まあ、そのウォンクのライブ会場以外でも手を届くように、うん、するような話をしてますんで、お、楽しみですね、うん、楽しみにしておいてください、はい、あとは、あとはどうでしょうかね。あ、ウォンク初心者なんですが、ライブ最前に行くのは無謀ですか。いや、無謀ではないです。無謀じゃないですよ、有謀です。それは全然あの押し潰されたらいない。そうなんですよ、ウォンクの現場は基本ね、基本みんないい人たちばっかりだから配慮のある大人が多いので、ゆったりゆったりと楽しめると思いますよ、最善でも楽しめますよ、はい。あとはどうですか、そんなとこですか。うん、こんな感じですね、はい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 、こっちのコメントは、はい、はい、うん、ということで、すごいですね、やっぱ2ヶ月分あるとその話をダーッとするだけで結構時間が経ちますね、あっという間に。そうだね、やったことを言っただけだけどね、本当にそう全然なんかコーナーとかも別になくね、質問を読みながらやったことを報告しただけで、すごい2時間も経ってしまいましたけれどもですね、はい、そうで今後ですね、今後の、今後ですね、ですよね、ウォンクとして、ウォンク、まあメルロというか、まあエピストロフというか、はい、ウォンクはツアーがありますよね、はい、8月ですか。ウォンクのツアーはそうですね、8月です。そう、これちょっと言おう、
調べますか。調べますね。ああ出たよ出たよ、言おうか、言ってください。はい、ウォンクジャパンツアーが決定しております。東京公演が8月9日金曜日ですね、はい、エビスリキッドルーム、はい、そして福岡公演、8月14日の水曜日、福岡ビートステーション、福岡ビートステーションで8月14日、うんうん、そして10日後の8月24日が仙台の、これはもうよくお世話になってるダーウィンさんですね。でここが仙台公演はゲストアクトにイリちゃんが駆けつけてくれるということでございます。で、大阪が、8月じゃなくて9月になります。今度9月の19日梅田のシャングリラ、はい、そしてファイナルが札幌ですね。札幌の公演が9月の20日20日ですね。札幌、これはスパイスって読むんですかね。はい、そうです。スパイスさんで、ファイナルということでですね、いいですね、最後がちょっと涼しいところで、うん、ということで以上 1,2,3,4,5 箇所、今年をめくるライブとな、はい、ツアーとなっております。楽しみにしてください。はい、今回はねウォンク4人と安藤くんも含めたサポートメンバープラス4人で8人で回りますので、はいはいはい、まあ、ちょっと一部あのメンバー違うところもあるかもしれないですが、基本その8人、すごいことですよね、7人8人ぐらいの体制で回りまして、増えましたね。はい、でまあウォンクのライブ来ていただいた方は分かると思うんですけど、はい、あのいつもと同じく、楽曲に多大なアレンジが加わっております。ライブならではの、ライブでしか聴けないアレンジやソロだったり、いろんなね展開がありますので、はい、もちろん曲を聴いてこの曲がこんなになってるわけという楽しみもありますと、はい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 、お願いします。そこら辺も今回はあれですよね、井上さんがある監督をされてますよね、関しては。そうね、あるとある監督をしてるんで、まあそれも楽しみにしといてねと。あのそう、うん、そうちょっとね、そういうまあだから全てをね、こうやっぱ DIY 精神ではないですけどね、そうです、こういろいろ自分たちでステージを作ると、はい、そういろいろやっておりますので、はい、そちらもお楽しみにと、またそれが何だったかというのは、ね、ツアーが終わったぐらいに話ができたらいいかなと思いますけれども、はいはい、そうでメルローはですね、やっぱりねナードトークをやるとね、その数日後にねメルローのライブが今回もあるんですけど、いつですか。もう7月の今週末になっちゃうんですけど、27日に、これは急遽今月入ってからオファーが来て、LA のビートシーンではかなり有名なマーク・ド・クライブローっていう、はい、まあ、ピアニストというか、まあでも、うん、ピアニストなんですよね、うんうんうん、でこういろんなこう鍵盤も多分ね5枚ぐらい使って、うん、5台のぐらいの鍵盤と PC とか MPC とかそういうのを駆使して、まあ、ループ作ってこう多重録音で一人でやったりもできるし、うんうんうん、でその日はなんかこうドラマーとかもいて、うん、ゲストのシンガーの方もいてみたいな感じのセットでやるっていうのの、まあ、オープニングアクトとしてですねメルローの、はいはい、バンドセットでの出演が決定しておりまして、うん、こちらが7月の27日、うん、今度の土曜日、そう、あ、だからあれか、フジロックであり渋谷の音の日だ、うん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 、だからこの日は都内にいる人はこれがウォール&ウォール、もうメルローはウォール&ウォールでしかライブやらないのかっていうぐらいウォール&ウォールでライブしてますけどそう、あ、そういえばこの間その某記者会見の映像見た、あ、その社長じゃない方の、何なんだっけ、ああ社長じゃない方のね、ムサコさんとかの方、うんうん、あれの会場がウォール&ウォールでしたね。あ、そうなの。そう全然気づかなかったよ。いや見たことあるなと思ってあ、ウォール&ウォールだと思って、そんなことにも使われるの、あそこ。そうそうそう、いや、そんなね大変こうバラエティに富んだ、会場でございます。あのウォール&ウォールでやります。はい、こちらもぜひ、だからこのライブをメルローとマーク・ド・クライブロー見て、うん、帰って、渋谷の音見ると、はい、そしたらもうエピストロフ漬けの素敵な土曜日になると思いますので、はいはい、あとはキキビビちゃん ね、そうそうそう、だから
9月ですね、はい、9月になると9月の6日、うん、に、キキビビリリーの、リリースパーティーが渋谷 WWW で9月の6日あります。そして、翌週9月の15日ですね、うん、に、キキビビリリーが、まあ、あの所属しているクルーですね、そのレーベルじゃなくてクルー、うん、ピッチオットマンションの本拠地である名古屋、うんうんはい、金山のクラブサルというところでも、リリースパーティーを行います。9月の15日ですね、名古屋は9月15、東京は9月の6日、はい、はい、この2本よろしくお願いいたします。あとはね、ウォンクのリリース、はいはいはい、4月31日ムーンダンスよろしくと、あとは4月27深夜、はいはいはい、NHK、渋谷の音、ね、よろしくお願いします。はい、いやいやいや、いろいろやっぱ盛りだくさんですね。やっぱ暖かくなってくるとね、忙しいですね、はい、なんでそのウォンクファンの人も、うん、エピストルファンの人もこれを機に、ね、キビビリリーってなんだとか、うん、メルローってなんだ、ウォンクってなんだってなって、ね、いろいろ聞き合ったり、そうそうそう、ね、ライブ行き合ったりしてくれると嬉しいです ね。なんか今年はどうやら噂によると、ね、またエピストロフとしてもちょっと上げてくことも計画中みたいな、ね、そうだ、エピストロフ全体としても上げていく企画があるので、それもね、皆さんお楽しみにという、そう、この間ね、そう、久しぶりやっぱりさ、こうさ、東京、あ、ちょっと失礼、東京チームとさ、はいはい、うんうん、関西チームと分かれてるじゃないですか、うんうん、やっぱりエピストロフって、うん、でなかなかやっぱりさ、こうみんなで会うことってないんだけど、うんうん、この間ね、久しぶりにそのメルローではなくて個人的にまた神戸の方にね、はいはいはい、ジャズのライブで行ったんだけど、うんうん、その時に久しぶりにダーマ君と、ダーマ君ね、そう、うん、再会しまして、エピストロフのビートメーカー、そう、 かましてましたよ。で、久しぶりに会ったのが嬉しすぎて、彼の出身地でありの加古川で有名な、ね、うん、カツ飯弁当を帰りの新幹線で買ってしまったという。カツ飯ってさ、うん、すげえコテコテしてるよねそうだねちょっと甘めのね、うんうん、タレみたいなのがかかってたね。そう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 、まあそんなことでね、なかなかみんな揃うことはないんだけど、今年は揃うかもかもしれない、またその辺もチェックしていただきたい、はい、いや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 、ということでですね、やってきましたけれども、はい、これはね、生放送ですのでね、僕たち終電の時間もあるので、そうですね、そろそろ、まあ、そろそろお別れかなと、縁も竹縄って感じですけれどもね、どうですか、なんかちょっと最後の最後に安藤くんにプレゼントがあるんですけど、はいはい、なんですか、なんですか、よ、こちらを贈呈したいと思います。なになに、あ、じゃじゃーん、これは7月31日発売のウォンクのニュー EP ではないかです。今日実物を受け取ってまいりました。おー、あ、え、これちょっと待って、そうなんです、あ、こう、あー、そうなんです、いやー、これはアートワークにも凝ってまして、皆さん手に取っていただくと分かると思うんですけど、すごいね、この望遠鏡が下にある、うん、海のような、なんとも言えないような絵に、上に月がドンとあって、うん、そう、上にはね、ビルみたいなのがこう並んで、ね、ニョキって生えてるんですけど、うん、そう、こういう世界観なんですよ、うん、下にも上にも世界があると、うん、で裏面を見ていただくと、それがこう、こうなってるわけです。あ、なるほど、ちょっとね、あの、まあ、そんな細かいことは言わないけど、ちょっとあの期待感を高めるために、ね、中も見てみようかな、中も見てちょっと感想を言って、開けますよ、見てください。はいはいはい、いつもの紙ジャケ仕様ですね、はい、そうです、上質な、おー、いいね、おー、いいですね、いや、ちょっとペリメット感やっぱりありますね。そうなんですよ、ペリメトロン感満載、ちょっとこう、こっちがこういう感じなのね。そう、あ、そうなんです、なるほどなるほど、盤面もちょっとよく見てくださいよ、盤面も、盤面は、盤面もかっこよくない、これかっこいいね。なんかさ、最近なんかこう、なんていうの、こう、わかんないけど、ベタっとしてるの多いけどさ、この、うん、ギンギンのとこっていうか、なんていうの、その下地が、CD 自体の下地ね、見えるのも好きですね、やっぱりね、うん、
これはあこれもいいねいいですね、はい、なんで皆さんその31日になったらその、まあ、各種ストリーミングサービスで解禁されるのではいそれをまず、皆さん聞いていただいて、はい、で次の日からは、まあ、ちょっとそれより前にフラゲ日あるかもしれないですけど、うん、CD が手に取れる状態になるので、うんまあ、それは CD は聞かなくてもいいですあのストリーミングサービスで聞けばよいが、うん、ペリメトロンがね全体を作ってくれたその、うん、アートワークをね皆さん鑑賞していただければあとはそのちょっとしたねアルバムへの導入になるような、うん、CD を買わないとわからないかなみたいな、うん、あのちょっとしたメッセージみたいなのをね入れてたり入れなかったりしておりますのできっとこれですねここに書いてあるこういうのとかですよねそうですあやばいっすねなんで皆さんねストリーミングサービスで聞いて CD は家に飾ってくださいはいぜひはいさあということで、まあ、長らく長きにわたってお送りしてきましたナードトークですけれどもね、まあ、今回はこんなところですかね、はい、こんなところで、毎回ですが、まあ、この放送は、まあ、アーカイブにも残るので、今日は特に悪いこと言ってないですよね大丈夫ですね赤瓶のこと悪いこと言ってないはずなんで悪いこと言ってないですよ、はい、別に運営から消されることもなく、はいアーカイブに残ります残りますので、まあ、また2度3度楽しんでいただけたらいいかなと思います、うんそれではですね公約通り次回は必ずや来月また来月、うん放送したいと思いますのでそんなところでいいですか言い残したことないですかはい大丈夫ですはいそれでは皆さんまたいろいろなところでお会いしましょうはい、はい、ここまでのお相手はメルロー安藤光平とウォンクのベースの井上寛でしたはいありがとうございましたありがとうございますはい